さて、おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっと音量の調整を。でかっ。さて、おはようございます。おはようございます。7月18日午後7時をお知らせいたします。いやー、今日も阿蝶は平和です。本当にどれぐらい平和かというと、バーチャファイターにデモ画面が流れるくらい平和です。ちょっとというわけで、第15回下級のグダグダラジオバーチャファイター5ファイナル正代から始めていきたいと思います。いやー、つうわけでリクエストをいただいたバーチャファイターなんですけど、開幕人がいないという、なかなか苦しい出だしで、どうやってつなげばいいんでしょうね。いや、まあバーチャはバーチャで、僕喋りたいことや喋れることまあまああるんで、ゲーム紹介とかはざっくりやっていくんですが、まあそれまでね、なんやろ、バーチャファイターの対戦を見ていただきながらいろいろ喋る雑談のコーナーが、バーチャファイターの対戦ならぬバーチャファイターの超美麗オープニングムービーを見ながら喋ることになるだけで、あれなんかいつもと変わりなくないみたいになりますけど、まあそんなこんなで今日のバーチャファイター5、いつも通り7時半ぐらいからゲームの紹介に入っていきたいと思います。まあそれまでは、はい、雑談ですね。まさかのバーチャとな、いやいやいや、まさかじゃないでしょう。バーチャファイター 3D 格闘の金字塔、約20年前販売稼働した初代から連綿と受け継ぐゲーム性、どんだけ流行ってんつ話ですよ。今でもコアなプレイヤーがガンガンやってもらってますけど、ほんまにね、バーチャはやっぱ一度はなんていうんですかね、紹介したい、いろんな方にもっと知ってもらいたいゲームっていうのは僕の中ではありますね。はい、まあ、そういうコメントをいただいたチクリンの人もいつやったっけな、闘撃の06か77ぐらいにリハーサルの時に一遍2回ぐらい対戦してるはずディファ有明、まさかの下級 VS チクリン、主木バーチャファイターみたいなほんまにね、闘撃の準備に来るとそういう面白いことができたりするので、まあまあ今年もなんかいろいろあるんですかね。本当心配なんですけど千葉のナスフェス、今年もまあ行くことになると思いますので、そういう格ゲーフリークの皆様はぜひぜひよろしくお願いいたします。そうですね、他にね、まあ、雑談のネタになることといえば、いやー、祇園祭りでした。京都三大祭りの一つ祇園祭り、まあまあ祇園祭りが始まるのは実は7月1日から、そして7月中ずっと祇園祭り関連の神事が行われるんですが、祇園祭りの大体クライマックスというのが7月16日の宵山、そして7月17日の山鉾巡行というのが、まあ一般的に祇園祭りの最高潮と言われる日になります。まあその祇園祭りの宵山、そして山鉾巡行も終わって、まあ四条界隈、阿蝶のある京都中央四条界隈は一旦落ち着きを取り戻しております。まあでもまだ八坂神社っていうところがあって、阿蝶から歩いて1分ぐらいのところにその八坂神社の分社、御霊所っていう分社があるんですが、そこに八坂神社のおみこしがやってくる神幸祭、3台のおみこしをわっしょいわっしょい一緒にして約1キロぐらいあるんですけど、八坂神社の
おみこし3台をわしょいわしょいしつる人工祭、そしてそれが、その文社阿町の近く、ほんま近くなんですよ、の御領所から、八坂神社に帰る観光祭っていうのがあるんですが、それが4月の26日やったよね確かにあります。まあ、大体観光祭が祇園祭の一番最後の大きなイベントということでして、まあ26日って言ったら大体金曜になるんですかね、なんですが、万が一京都周辺の方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ一度観光してあげてください。いやー今年はね祇園祭3日とも僕はお仕事してたんですが、初日はカペス2の全国大会シングル、2日目はカペス2の全国大会 3on3 が終わってから、まさかのお店の手伝いで阿町の正面で金魚風船とかを売ってたりしたんですが、で3日目は超久々にフロアスタッフで仕事してて、いやー祇園祭のクライマックス宵山や宵山やってめっちゃ盛り上がってたんですが、さすがに3連休の3日目は人が少なくてかなり悲しみを背負いましたね。よっしゃ盛り上がっていくぞ、なんでこんなに人が来れんだよみたいな感じでちょっと寂しかったです。時代の流れなんかな。まあまあまあ、そんなこんなで14、15、16日が祇園祭りのよいよいよい山よいよい山よい山と言われまして、歩行者天国になったり夜店がいっぱい出たりと、まあまあまあ一番お祭りムードが盛り上がる3日間だったんですが、今年の祇園祭りは祇園祭り、まあまあそのお祭りムードが盛り上がるよい山3連休にかぶってて、まあ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 偉い盛況でした。まあ、その盛況さに今年は何も絡めなくてすっごい悲しかったんですが、あとね阿町、まあまあまあ長らく阿町に来ていただいているヘビー阿町ユーザーの皆様ならもしかしたら知ってるかもしれないんですが、実はね祇園祭りの宵山午後10時ぐらいから祇園祭りには鉾、山と鉾って言うて、そういうまあまあおみこしのパワーアップ版だんじりみたいなやつ、まあまあ分かりやすく言うとそういうだんじりみたいな山ぼこっていうのがあるんですが、その鉾に鉾が7つあるのかな、で7つの鉾に一つ一つ楽隊があるんですよ。ちょっと俺鉾の名前全部言えないんですが、まあ、例えば一番でっかいなぎなたぼこやったらなぎなたぼこの楽隊があって、でもって月ぼこやったら月ぼこの楽隊があって、でまあまあよく言う有名な祇園林、コンコンチキチンコンチキチンとか言われる祇園林っていうのを奏でるんですが、まあ、しかもその祇園林は一つ一つの鉾によって実は旋律とか全然違うんですよ。だからもしかしたらヘビー京都ユーザーの方だったら、あこの林月ぼこみたいな感じで聞いただけで見切れたりするんですが、まあ、そんな普段は普段っていうかまあ言ってもお祭りの奉納ものなんで伝統工芸なんですが、まあまあその宵山中は普段は鉾のところでずっと祇園林を奏でている楽隊が宵山の午後10時ぐらいからその鉾のところからさっき言った御領所八坂神社の御領所の前まで奉納しに来るんですよ。でその奉納しに来るルートが実は阿町の目の前寺町通りを通りまして、なんでね午後10時ぐらいに阿町の前で待ってると全鉾の楽隊が見れるという、すっごいねそれがまた風情があって、毎年毎年祇園祭りの宵山お仕事が入っているときはその楽隊だけが楽しみでいろいろやってたわけなんですが、今年はそれすら見れず寂しすぎる、しょんぼりや。
って感じで、今年の僕の祇園祭は割と失意のうちに終了してしまいました。ちょっとね、僕結構祇園祭のなんとはなしのお祭りみたいな雰囲気が結構好きで、毎年毎年楽しみにしてるんですが、今年はね本当にあんまり祭りに絡めずで、ちょっとね寂しかったです。さて、バーチャファイター配信と思いきや、まさかの祇園祭りトークになってしまっている夏季のグダグダラジオなんですが、超バーチャ勢早く来てくれってなりますよね、ほんま。さあ7時11分、こっからゲーム紹介の7時半までどんなトークでつなげばいいのやら、誰かなんか愛の手とかコメントとかいただけると非常にはかどるんですが、カキを助けて助けてください。そうですね、あとはね、やっぱ夏の新作話やっていきましょうか。まずはガンスリンガーストラストス、すでに先行稼働が始まってるお店がたくさんあると思うんですが、まあまあまあ、アチョーでは、第二次ロットになるのかな、7月26日稼働予定です。まあまあまあ、ガンスリンガーストラトスもう見た方だったらお分かりだと思うんですが、めちゃめちゃでかいんですよね。まあでかい、なんつってもでかい。あれがアチョーのどこに入んねんとヘビーアチョーユーザーの方は思いかもしれませんが、はい、ガンスリンガーストラトスを導入するために、何やろ、ともすれば三角ベースができそうなぐらい今アチョーの入り口付近が空いてるんですよちょっとねこの辺、その辺がだいぶ広がってます。アプリコットから見て外側の真横、その辺がめちゃくちゃスペースできております。まあまあ、ガンスリンガーストラトス、なんかねゲーム性がガンダムっぽい4対4チームバトルだけど、使うのはガンコントローラー、どうすんのと。まだ見てないし、操作してるところも全然予習してないんで、どういう風なゲーム性とか操作性とかなってるのかまだ分かってないんですが、まあ面白い、面白そう。あと作ってる人が結構両ゲー作ってる人なんで、これはまあ期待大ですね、僕の中では。まあとりあえず稼働したら一遍触ってみようかなとは思います。ガンスリンガーストラトス、アチョーでは7月26日入荷予定です。あとは最近音ゲーに力を入れてるアチョーなんですが、次はあれか、ダンスエボリューション、あれですね、まさかの10年間の私服を経てパラパラパラダイスとダンスマニアックスを足して2で割ったようなゲームがまたコナミから出ます誰が知ってんねん、ほんま。ダンスマニアックスとパラパラパラダイス知ってますそんな、なんだろう、出てきては廃れた、しかもコナミの音ゲーなんですけど、どっちもあったこと。まあまあ、イニシエ発売されたダンスマニアックスとパラパラパラ、パラパラパラダイス、言いにくいな、おい、を足しで2で割ったようなそんなゲームが出ます。7月19入荷予定、あれ合ってますだったと思います。まあ久々のそういうセンサーでなんだろう、モーション取ってダンスできてるかを判定するそんなゲームなんですけど、そういうなんだろう、面白げな体を動かす系大型筐体がまた久々にやってきたので、こちらもね割と注目してます。もうすでに先行稼働している店もありますんで、日本全国で数多のパフォーマー、そういう音ゲーで笑いとか注目を浴びようという、そういうプレイスタイルを好むプレイヤーのことを昔からパフォーマーと言ってたんですが、まあまあまあ、各地ゲーセンでたくさんのパフォーマーの方がすでにゲームセンターの正面玄関あたりを阿鼻叫喚地獄絵図に
してるらしいです。まあまあまあ、ダンエボまもなく入荷です。あとは同じく音ゲークラスターのセガのマイマイですね。セガが音ゲーを出すのは何年ぶりや、言い過ぎか、9年ぶりぐらい、マイマイという音ゲーが、セガから発売されます。僕ねまだ現物見たことないんですけど、通称洗濯機、洗濯機っておい。まあ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 、最初にねあの指とあの筐体見た時もかなりの、あーでなかなかおもろいデザインセンスしてますなとか思ったものなんですが、まさかの洗濯機、セガもそこまで来たか、筐体の形で笑いを取る時代になったかってなりましたね。まあそういうセガの新しい音ゲーマイマイ、こちらもアチョ入荷が決まっております。入荷予定日はいつだったっけな、まだ確定してないとは思うんですが、また決まり次第お知らせいたします。まあまあセガの音ゲーということで、まさかのクラッキン DJ の収録曲とか入ってるらしくて、もうすでにそういうニッチなところで楽しんでいたセガ音ゲープレイヤーは割と喜んでるらしいです。クラッキン DJ で、そんなことよりセガっつったら他にも音楽のいいゲームいっぱいあるやん、ファンタジーゾーンとか。いやーやっぱりね、あのね、アーケードゲームメインでやってきているゲームメーカーの話になると、まずね、最初に名前が出てくるのがね、割とナムコだったりするんですよね。ナムコのゲームはまあまあまあ個人的には非常にどの作品もまとまっていて質がいいっていうのがまあ僕の個人的な印象です。まあまあナムコさん最近はアーケードゲーム出す余力があんまりないみたいなんですが、まあまあまあナムコのゲームで本当にダメだったっていうのは僕の記憶の中ではスタートリゴンぐらいで、他のゲームは本当にもうナムコっていうだけで全幅の信頼を受ける、そんなゲームが多かったように思います。まあまあまあ、イニシエからゲームセンターに来てる方だったらナムコのシングルゲーたくさんプレイされたと思うんですが、最近10年代で見ても例えば言葉のパズル、文字ピッタン、文字ピッタンはまあ今でもたくさんの機種に移植されたりして定番ジャンルになるぐらいいいゲームなんですが、こちらの文字ピッタンも初出はアーケード8年言い過ぎか7年ぐらい前だったと思います。そしてミスタードリア、まあまあこの辺の流れを知ってると最近ゲーセン来たっていう人でもある程度は分かっていただけるかなと思います。他にもね、まあ、こちらはゲームセンターのゲームじゃないんですが、塊魂とかすごい両ゲーたくさん輩出する、まあそういういい着目、いいと、なんやろ、着目点が素晴らしいシングルゲームを数多く輩出する、まあ、そういうナムコというメーカーが好きな人はやっぱりたくさんいらっしゃると思います。でそのナムコの次にやっぱり名前が出るのがセガなんですよね。本当にね、まあまあナムコのゲームは俺好きですけど、セガのゲームもそれ以上に好きで、もうねそのゲームを作る、もしくはゲームの要求条件を満たすためにハードウェアを作るとか、いいハードウェアができたからこれを活かせるゲームを作ろうとか、そういうね、なんやろ、妥協のない姿勢がねやっぱ一番好感が持てるというか好きですね。本当にもうセガのゲームで良作って言ったらもう数限りないんですがね、はい、まあちゃんと聞いて飛んできたけど、まさかのデモ画面、下級の雑談コーナーが一生続いてますけど、そうまずセガ良作といえばね、まあまあ時系列で並べまして、あと僕は
ゲームセンターにしっかり来だしたのは格ゲーから世代なんで、ちょっとあんまりあれかもしれないですが、まず出てくるのはゲイングランドですね。ゲイングランドは僕はもともと新作で出た時代にはまあゲームセンターでプレイはしてなかったたちなんですよ。多分あれ1995年か4年ぐらい、システム24というシステム基盤で出たゲームなんですが、まあ、その頃は僕本当にあんまり格ゲーしかやってなくて、ゲイングランドは現役でプレイしてなかったんですが、まあ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 、まあ、ゲイングランドの存在を知ったのはゲーメストムックのザ・ベストゲーム2だったんですが、あの記事を見た瞬間、あ、このゲームは楽しそうってなりましたね。でいろいろ上司と相談してアチョーに入って、でゲイングランドやったんですが、やっぱあれはすごいですね。よくもここまでの箱庭芸を作った。まあまあゲイングランド、もし近くのお店で見つかけたからぜひプレイしてみてください。入ってんのかな、なんか Wii のゲームアーカイブスとか、結構ねいろんなところで移植されたりしてるんですが、いまいち移植度が悪いんですよ。ゲイングランド、僕はあのメガドラ版とセガエイジズ2500版持ってるんですけど、メガドラ版はいまいち移植度が良くなくて、セガエイジズはまあまあ完全移植じゃない時代のアレンジ版のタイトルやったんで、まあでも原作の方がやっぱ面白かったなという印象ですね。近くにある方はぜひ一度プレイしてみてください。で次は次の時系列に行くと、あーでもな、両芸いっぱいありすぎてやばいっすね。本場セガもう言いたいタイトルありすぎでしょ。だって僕がなんだろう、初めてっていうか、子供の頃、ほんまに小学生ぐらいの頃ゲームセンターに来て、これは面白そうって思ったゲームがスペースハリアーですもん。スペースハリアー、あのゲームはやばいでしょ。筐体グイグイ動くし、絵綺麗やし、曲もええし、ほんまもうとか言い出したらまあキリないんでザンザン行きますけど、でゲイングランドの次の時代ぐらいで僕が印象に残ってるのはやっぱりバーチャファイターですね。特にバーチャ2なんですよね。まあ、バーチャの話はまた後からやるんで一旦サクッとスルーしといて、でバーチャ2の次ぐらいにだいぶ飛ぶんですが、まあでもその時代もタントアールとかどんだけ両芸やってんって話ですよね。本当タントアールとかアリーノで、次の時代ぐらいに俺が一番やったゲームが、はい、なんやろあれですね、サイバートルーパーバーチャロンです。電動世紀バーチャロンチャロンですね。まあ昔僕はチャロンかなりやってまして、まあ、そんな地方を代表するプレイヤーまではいかなかったんですけど、いやー相当やりましたね。本当チャロンの新作出ねえかな本当に思います。まあ、チャロンは初代からある程度ガチャガチャやってオラタンやって、まあまあ残念ながらアチョーにはフォースが入らなかったんでフォースはやらなかったんですが、チャロンは超かなりやりましたね。デード世紀バーチャロン、まあまあこちらもプレイされた方多いと思うんですが、新作はようってなるな、来ねえのかな。1対1の 3D フィールドを使ったロボット対戦アクション、まあ画期的やったのはそのロボットにアクションさせるにあたって、結構ね操作性とか悩みどころだと思うんですが、ある程度の射撃を打ち分けられるという、そういうところで
操作性を簡易化して、で 3D フィールド、レバーとダッシュのボタン、あとはジャンプの起動で自由に動かせるということに特化することによって、まあまあシンプルながら自由度の高い、まあまあセガの思惑通りのゲーム性という感じで作られています。いやー、本当良ゲーでした。でバーチャロンの次の時代になると、セガといえばアバロンの鍵ですね。本当にね、ゲームセンターでトレーディングカードゲームが出たってなった時はね、全世界が震撼しましたね。多分なんか思いませんでした？マジでゲーセンでトレーディングカードゲームってなって、本当にね高まったの覚えてますね、アバロンの鍵。まあ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 、ゲーム内容を作ったのも当時一世を風靡したカルドセプトを作った、会社のサル学長っていうところがゲームデザインを担当して、まあまあゲーム内容の方もお墨付きっていうことでしたが、ちょっとね、なんだろう、ウルトラヒットまではいかなかったっていうところですね。メガヒットぐらい。いやー、でもアバロンの鍵のでなんやろ、カードをゲーセンの機械に読み込ませる、もうねこんなんだってほんまラノベとかアニメの世界じゃないですか。そういうリバースカードオープンじゃありませんけど本当機械にカードを読ませて、そしてそれでいろいろやるなんて、ほんまもうマジでアニメの世界で、でそのハードを進化させて世に登場したのが、あの三国志大戦ですね。三国志大戦、いやー、あのゲームは本当に今でも思いますけどウルトラヒットですね。僕の中ではめちゃくちゃ流行りましたからね。自分盤面に置いたカードを動かすことによって操作をする、もうねセガの真骨頂ですね。ゲームに求められた要求条件を満たすためにハードを開発したのか、それともこういうハードができたからそのアイデアを完全に生かしたゲームを作ったのか、まあまあ卵が先か鶏が先か、それはちょっと分かんないんですが、まあでも三国志大戦のその操作とかインパクトは本当にまず画期的でしたね。ゲーム内容も言わずもがな、全国オンライン対戦、そうですよね、全国オンライン対戦っていうのが本当にまず、そうですね、2つ目の要素、全国オンライン対戦っていうのが本当に要素としては大きかったですね。対戦ゲームをオンラインでっていうことを実現した初めてのゲームなんかな。いやー、それは言い過ぎか。まあまあそれまで麻雀とか麻雀ファイトクラブとか、まあまあその後 MJ とかありましたけど、そういう本当ゲーム性の高いビデオゲームを全国オンライン対戦できるっていうことを可能にした三国志大戦、あのゲームはまあ僕の中では本当にウルトラヒット神ゲーですね。はい、夏か、ヘラチョンペさんさっきからそうなんですよ、対戦が起こっていないんで、今必死で雑談でつないでるんですよ僕がバーチャーで、はようお願いしますよ、お願いしますよ。はい、わかりました。今、はい、バーチャー勢の方来ていただいて、もうちょっとしたらみんな来るから頑張ってねっていうお言葉いただきました。もうちょっと頑張りますまあまあもうこんな感じですでに配信していますので、まあまあもうしばらくはまだ雑談できるネタがありますのであんのか、頑張ってんな俺。はい、なんですよね、まあ、そんなこんなで7時半ぐらいですが、ゲーセン雑談楽しい、ありがとうございます。まあね、やっぱり
長いことゲームセンターにいたら喋れることもいっぱいあるわけで、その中でまあまあまあ昔のゲームでもねいい作品っていっぱいあるんですよ。まあ今タイトルを挙げたセガのゲームで言うんだったら、まあ僕が知ってる限りの話で申し訳ないんですけど、ちくりんさん俺が行くしかないか、ワンチャンこれほんまにね時間があったら来ちゃうんでね、ちくりんさん、はい、また次のイベントの時お待ちしております。まあでも昔のゲームでも本当にいいゲームっていうのはめちゃくちゃたくさんあるんで、そういう本当にいいゲームというものをゲームセンターとしてもいろんな人に提供する、またいろんな人に知ってもらうっていうのは大事なところかなとは思いますね。新しいゲームをちゃんと紹介することももちろん大事なんですが、昔はこういうゲームがあって面白くてそういうシーンがあったよっていうのもまあいいんじゃないかなと思います。ゲイングランドはねアチョには基盤がないんで、また入れるとしたらレンタルなんですけど、まあ忘れた頃にまた入ることになるかなと、そんな気がしますね。あとは古いゲームで最近アチョに入ってるゲームといったらやっぱりパカパカバッション、もう言い過ぎやろお前グダグダラジオのためにパカパカバッションって3回言ってんでまあなんですが、というわけで、まあ、そういう音ゲーに力を入れ出して早半年弱、なんでやら半年も経ってへんわ、3ヶ月ぐらい、まあまあ旧作のそういうシングル台で稼働していた音ゲー、はい、プロデュースのパカパカファッション、そしてアリカナムコのテクニックビートが3階で好評稼働中となっております。もうねパカパカファッションはねいつなくなるかと、あの戦々恐々でずっと頑張らなきゃお金入れなきゃとかちょっと思っちゃったりしてるんですけど、まあ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 結構ねたくさんの方に好評いただいてるようで、今のところなくなる心配はありません。本当ね良かったです。さてそんな感じでゲームセンターの話なんですけど、まあまあまあナムコとセガのゲームは両ゲーなんで、はい、全国各地のゲームセンターの皆様はそういうおすすめしたい両ゲーとか入れると割といいような気もしますので、なんかまあそういう感じでいろんな方にいろんなゲームをしてもらいたいなと思います。ナムコはねナムコでね本当ね、あの僕の世代の前ぐらいちょい前ぐらいとかめっちゃおもろいゲームがいっぱいあったっていう時代みたいなんですね。僕はまあまあ当時のゲームセンターとか行ってないんで熱気とかはそこまで分かんないんですが、まあまあ僕のいとこもそういうゲーム好きな人で話をよく聞くんですが、本当ねマッピーとかドルアーガーの塔とかそういうものが稼働していた時代のゲームセンターもすごい楽しかったって話をよく聞きますね。ナムコのねシングルはどれも粒揃いで良作が多いので、まあ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 一度プレイしてみてください。おすすめはねもう全部おすすめなんですけど、まあ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 王道で言うんやったら、まあまずはスカイキッドとかワンダーボブとかその辺もなんですけど、メトロクロスとかいうニッチなところもおすすめですね。何の配信や、今日のお題はバーチャファイター、バーチャファイターです。さて7時35分ぐらいになったんで、バーチャファイターのどんなゲームやっていうのをね解説していきたいと思います。ぶっちゃけねあのバーチャファイターは本当にねあの時代を作った、本当に時代を作った対戦格闘ゲームです。ゴールデンタイムにバラエティでバーチャファイターゲームがゲーセンのゲームが出てくるっていう時代はね多分ねあの時代だけですね、はい、バーチャファイター鉄人対決みたいな感じでゴールデンタイムバラエティでそういう対戦格闘ゲームが出てきた、そんな時代がありました。まごうことなきバーチャファイターです。まあ、そういう時代を作った一つの
何だろう、ゲームとしての礎を作った本当にセガらしい、何だろう、チャレンジャースピリットあふれる両ゲーです。さてバーチャファイターなんですが、稼働開始1993年7月、いやー僕はその頃ね、あのゲームセンターにずっと行っていたわけじゃないんですが、覚えてますね、まあ、たまにそういう繁華街行ってゲームセンターに入るのは、まあまあまあ繁華街行く時の巡回コースになってたんですが、初めてバーチャファイター見た時の衝撃はさすがに覚えてますね。本当全面ポリゴンでできたフィールド、それっぽい人間が対戦してる、じゃあ格闘してる、そして曲はね、僕はあのオープニングよりジャッキーステージ1の曲すっごい印象に残ってて、今でもまあたまにアラームとかで使ったりするぐらい好きな曲なんですが、本当に印象に残ってますね。ついに何だろう、ゲームもここまで来たかという、そういう感想を持った方は多分僕だけじゃないとは思います。まあ本当にエポックメイキング、そんなゲームでした。1993年夏ぐらい稼働開始。ゲームシステムは3を除き1レバー3ボタンです。3は第4のボタン、エスケープっていうボタンがあったんですが、不評やったんで4からなくなりましたちょっとね、3はあれでしたね。ワンレバー3ボタンです、バーチャファイター。つまり何が言いたいかと言いますと、今ゲームセンターにある稼働している対戦格闘の中で最もボタンが少ないゲームです。そうなんですよね、バーチャファイターを語る上で欠かせないのがこの要素だと思うんですよ。最もボタンが少ないゲーム、まあ、つまりシンプルな、まず操作性からしてシンプルなゲーム性というのが挙げられます。やっぱりね、3ボタンつったらね、あとボタンの数って言ったら、そういうなんだろう、ゲーム始めたてとかゲームが得意じゃないとか、そういう方に対する印象が全然変わってくるんですよ。このゲームボタン多すぎとか、ボタンがいまいちわからへんとか、そういうことを言ったことのあるプレイヤーの方もたくさんいると思うんですけど、やっぱりね、ボタンの数が少ないっていうのはそこで非常に大きな要素なんじゃないかなと思います。ワンレバー3ボタン、ボタンの種別は、3個、上段左から P パンチボタン、その横に K キックボタン、そして P の下に G ガードボタン、3ボタンです。パンチボタンは字のごとく、パンチ攻撃に対応、キックボタンも字のごとくキック攻撃、足攻撃に対応となってます。またバーチャファイターは対戦格闘ゲームの例に漏れずガードという要素があるんですが、そこでね、またね、大きい要素だったのが、ガードボタンを押すことによってガードする。今まで、従来バーチャファイターが出る前の対戦格闘ゲームはほとんどが、まあ、ストリートファイター踏襲して後ろに入れる、対戦相手と逆方向にレバーを入れる、そういうレバーガードを採用してたんですが、バーチャファイターはそういう何やろ、 3D フィールドを自由に動いてもらうためだと思うんですが、そういうところに重きを置いてボタンを押すことによってガードというシステムを採用しています。これはね、本当にまず操作性からして今までの対戦格闘の常識を覆す、まあまあまあ新しいもの好きの人にはまずはたまらん内容だったと思います。そしてそのパンチ、キック、ガードというのはまあ今でも変わってなかったり、まあ、対戦セオリーも全然変わってなかったりするんですが、そういうシステムとなってます。レバーでできることなんですが、まずまあまあ前後移動ができます、バーチャファイター。そして、4から今まで、バーチャー2までは、
前後移動はできても奥行き、手前奥への移動は能動的には行えなかったんですが、バーチャー3から、登場したエスケープボタンによって、手前奥への能動的なステップが可能になり、そして4から、レバー短く上入れにて奥、レバー短く下入れによって手前への奥手前への能動的な移動というのができるようになりました。まあまあシステム的にはレバー上入れ軽くでエスケープ、奥エスケープ、手前エスケープというんですが、そういうふうに 3D のフィールドをかなり自由に一本のレバーで動くことができます。まあ前に入れたら前移動、前前って入れたらダッシュからのラン、後ろに入れたら後ろ移動、後ろ後ろと入れればバックステップ、レバー下に長く入れることによってしゃがみ、レバー上プラス G、 レバー上短く入れるプラス G でジャンプというコマンドやったと思います。ジャンプのねコマンドがね結構ねシリーズによってバラバラで、2までは上に入れると普通にジャンプしてたり、3の時は上、3も上はジャンプなんですよね。で4の時から、上軽く入れることによってエスケープになっちゃったんで、上プラス G なんですが、バーチャファイターは基本的にジャンプという行動を使いません。見ての通りなんだろう、リアルな人間によるなんやろ、リアル思考の格闘ゲームというものを追求してますので、基本的にバーチャファイターはジャンプというものを使いません。なんでまあジャンプは忘れてくださいあんまり覚えてないんですけど、という感じで、レバー1本ボタン3つで縦横無尽にフィールドを駆け巡るってほどでもないんですけどね、動くことができます。でボタン3つでどのようにして対戦格闘を成立させているかということなんですが、まずはコンビネーションですね。P ボタンの後にもう一度 P ボタンを押す、短い間隔で押すことによって PP というジャブストレートという感じです。マジでファイ、FS のジャンプ攻撃は割と凶悪だから困る。マジかよ。確かにそういえばなんか割と凶悪な攻撃もありますよね。ただまあそのジャンプ攻撃は固有技コマンド、っていうかマジで小ジャンプ系とかも強かったりします？だとしたら現在の対戦シーン俺分かってない、すいません。そういうところをコメントで補足していただけると非常に助かりますほんますいません。さてまず、そのどのようにして3つのボタンで対戦格闘するかの1個目がコンビネーション。例えば P ボタン1回ではジャブが出るんですが、 PP と連続で押すとジャブストレートが出たり、あとは、P の後にすぐに K を押すと PK、 ジャブハイキックみたいな感じのコンビネーション攻撃が出ます。まあまあコンビネーションはキャラとかによっていろいろとありますので、そこはキャラごとなんですが、あと同時押しですね。同時押し、パターンは PK、PG、KG、 そして P プラ K プラ G、 P プラ K プラ G の4種類あるんですが、基本的に、P プラス K は、体の部位を使った攻撃、肩とか頭などなど、そういう手や足を使わない部位での攻撃が多くが P プラス K 割り当てられております。 K プラス G は、まあまあ同じく体のそういう手と足を使わない攻撃 もあるんですが、多くは K プラス G は、足技、大振りな足技に割り振られている、そんな感じになってます。っていうかバーチャーだとじゃなくて逆だろ、ヘイコだとってなるわこっちとしてははい、今日はバーチャーです。まあ残念ながら今デモ画面ですけどね。そんな感じで、K プラ G はまあまあ主に
大きな足技、膝とかに割り当てられたりしてます。そして一番、まあまあ、P プラ K プラ G も、割と大振りな打撃、まあ、これは何だろう、手に割り当てられてる技もあれば、手以外、足以外、肩とかヘッドバット、なんならヒップアタックとかに割り当てられたり、あとはね、まあ、P プラ K プラ G は特殊動作で割り当てられてるキャラも割といたりします。まあ、P プラ K もそうなんですけど、で一番大事な同時押し操作が、バズファイターのシステムの根幹にかかってきますけど、あ、システムっていうかゲーム性の根幹にかかってくるんですが、投げ、 P プラ G は投げに割り当てられております。投げはね、バーチャファイターの投げは結構ね、ゲームごとによって違うんですが、5は投げ、間違ってたらごめんなさいね、補足してください。ピープラジー関連で出る投げなんですが、発生は2種類、2パターンあって、1フレ発生、1フレ投げと、押してからちょっと時間のかかる10フレ投げというのがあります。相手が立ち合いの時、こっちも立ち合いで投げれる状態にある時が1フレ投げ、相手がガードを硬直中や、など、こちらが、相手が行動不能状態している時が10フレ投げっていう感じでなってるんですが、その境界はかなり曖昧みたいです。実戦では、そういう、まあ、例えばパンチガードさして有利フレーム取りましたの後、タイミングよく1フレ投げにしたり、最速で 10フレ投げにしたり、1フレ投げミスって10フレ投げになったりとか、そんな感じになるみたいです。今は昔のバーチャーといえばね、投げが1フレっていうのが、すごい投げの強さを出してたんですが、あと投げの強さと投げれない状態に遅らせて押さなくてはいけないという面倒くささがあったんですが、バーチャー4から、投げの発生速度が見直されて、でバーチャー5で1フレ投げがある程度復活っていう形になってます。バーチャーファイターの投げは立ち状態かつ、相手が打撃を出していない状態のみ投げれます。立ち状態かつ相手が打撃を出していない状態のみ投げることができます。つまり、投げは、打撃に負けます。まあまあ、5から、大幅な有利フレーム状態になった時は、相手が打撃を出していようとも、投げ外しになって打撃に負けることはなく、引き分けになることはなるようになったんですが、それでも、打撃は基本投げには負けません。基本というか投げには負けません。今は8フレ投げのみ。マジかよ、結局1フレ投げなくなったんですね。すいません、本当すいません。今は8フレ投げのみ、ありがとうございます。そっか、8フレ投げのみなんや。システムがだいぶ変わってるという感じで、まあまあ投げは基本、すみません、打撃は基本投げに負けません。じゃあ投げっていつ使うのっていう感じなんですが、もちろんガードを崩すために、立ちガードを崩すために使います。バーチャファイターの投げ抜けは、確か投げ抜けが今何フレなんやろ、10かまってないっすよね。投げ成立から10フレです。で今のバーチャファイターの投げ抜けは、一方向しか投げ抜けができません。バーチャファイター FS の投げは斜め下、通常あのニュートラルの3種類、方向が3つしかなくなったんですが、そのうち1つしか抜けれませんので、立ちガーテをする相手に3分の2でダメージが取れるとなってます。
というのも、バーチャファイターはその中段攻撃と投げのタグっていうのがまあ基本的な攻防の肝になってますので、投げというもののウエイトはまあまあ昔よりは対戦見てる感じは多少は下がってるような気もするんですが、投げというもののウエイトは非常に大きいです。基本のタグは投げと中段となってます。さてその投げと中段のうち中段なんですが、バーチャファイターの攻撃部位は部位というかガード種別は3種類ありまして、まずしゃがんでいると当たらない上段、そしてしゃがみガードを崩せるが立ちガードでガードされる中段、立ちガードではガードできないがしゃがみガードでガードできる下段が基本となってます。あとはまあ特殊下段というバーチャならではのシステムがあって、立ちガードでもしゃがみガードでもガードはできるけど、なんやろ、立ち状態の相手に当たる特殊下段いや特殊上段というのもあるんですが、そこはまあまあまあシャカパンぐらいしか回転しません。はい、特殊上段はねあるんですけど本当に少ないんで、あと特殊中段とかガードハーフとかあるんですが、特にガードハーフとかどう説明すんねんみたいな感じなんですけど、まあ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 3種類です。上段中段下段、ガードの仕方は 2D 格ゲーと大体一緒です。なんですがバーチャーの下段攻撃は基本的にあんまり強くないことが多くて、ガードさしたり当てたりしてもフリフリになったりするものが多いので、基本はやっぱり中段と上段の中段と投げの2択ですね。さて、ゲームシステム的にはこんな感じ。ボタンについてはシステムのその2なんですが、やっぱりエスケープは説明しないとダメなんですが、その前にバーチャの基本的な攻防について、まあ、僕が知ってる限り喋ります。つうわけで投げと中段が攻防の一番重い根幹を担っているという話をしたんですが、まあまあいつでも投げたり中段の卓に行けるわけじゃないわけで、バーチャファイター、まあまあもちろん有利フレーム取ってるときに卓に行くというのがセオリーになります。そこで、まあ、バーチャの基本セオリーなんですが、例えば何だろう、例えばじゃない、もう先に大丈夫ないからいきますか。バーチャの世界ではよく言われるのが膝有利、肘有利みたいな感じの言われ方をします。肘有利っていうのがだいたい13フレー14フレーもの軽い中段のことを全般的にバーチャでは肘というんですが、それが、しゃがみパンチ、タッチパンチ、まあ、しゃがみパンチでいいか、しゃがみパンチで割られないぐらいの有利フレームを、肘有利と言います。肘有利を取ると、まあ、その肘、エルボーと中段、ごめんなさい、エルボーと投げが2択になります。ただ、エルボーは立ちガードに負けますし、投げは打撃、重い打撃、膝にも負けんのかな、今は負けると思いますに負けますので、まあ、そんだけど肘有利を取ったときは、まあ、投げと打撃の2択に行くんですが、投げがまあまあまあ打撃に負けちゃったりするんで、もう一度刻み直したりします。でもって膝有利のフレームなんですが、まあ、どういう時に膝有利グレーになるかというと、その前日の肘有利フレームで、相手の打撃をカウンターで潰した時にだいたい膝有利になります。
相手の打撃にそういうシャガパンとか肘とかの基本の技でカウンター取った時ぐらいに膝有利というフレームが大体取れます。膝有利は、もちろん有利フレームなんで投げと打撃の二択を仕掛けられるんですが、膝っていうのはまあまあ一般的に浮かし技の総称としてバーチャー使われます。中段が通ったら浮かし技が浮くので、大ダメージ、空中コードが入って大ダメージ、大体まあまあ大体4割強、運が悪かったら今6割半ぐらい7割ぐらい減ったりすることがあります。また、今のバーチャルファイターでは、左寄りフレームだったら投げがそういう重い打撃、膝クラスの打撃に対して投げ外しみたいな感じになるので、膝寄りフレームからはまあまあほぼリスクなく二択が仕掛けられると思われるようなそんな感じになります。はい、まあまあまあ投げと打撃ガードだけでタクのを説明すると、まあまあそういう普通にコパンとか記事とかがノーマルヒットしたフレームや、相手の記事をガードしたフレームはまあまあ肘有利ぐらいで、その中段と投げのタクはかかるけど逆にタクされると結構やばいよ、でも打撃が当たると次膝有利に移行できるよみたいな感じで、もって基本技キジやコバがカウンターした時の膝有利になると、もう投げ有利、いやすいません、もうなどんなタクかけても OK って感じになりますね。ただまあまあまあ膝浮かし系全般はガードされるとアウトなんで、ガードに対、二択で負けるとちょっときついよっていう感じです。まあ、そこからはまあ読み合いとかになるんですが、まあまあもう一度言いますが、投げと打撃ガードだけで読み合いをするとそういう構図になります。まあまあバーチャファイター2までの構図ですね。そこで出てくるのがまあ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 バーチャ3、ひいてはバーチャ4から実装されたエスケープです。軽く上入れ軽く下入れのエスケープです。エスケープという行動は、相手の攻撃にタイミングを合わせて打つことによって打撃無敵の、奥手前への回避行動が出ます。まあ、ただしタイミングよく合わせないといけないので、適当にエスケープやっといたら打撃無敵で避けるっていうことはできません。打撃無敵のエスケープのことを成功避け、打撃無敵がないエスケープ避けのことを失敗避けと言いまして、失敗避けは、微妙に終わった後硬直もあったりして、硬直も長かったりしてかなり厳しい状況になります。成功避けの後は、まあ、相手の攻撃の全体フレームにもよるんですが、膝をエスケープしたらまあまあまあ確定反撃、肘をエスケープした後はまあまあだいたい膝有利ぐらいなのかな、まあまあこっちの最初のフリーフレームにもよるんですが、5番を、膝有利ぐらいからエスケープしたら5分からぐらいのフレームになります。大事なのがここで大事なのが、エスケープはまず一つ目エスケープの性質なんですが、いろいろあるな、成功避けしたときは、まあ、そういう風に少なくとも5分以上のフレームが取れる。またバーチャー5からの概念なんですが、側面を取れる、側面を取ると、攻撃をヒットさせたもしくはガードさせた後の有利フレームが大幅に上昇するので、まあ、まあよりタクをかけやすくなるというメリットがあります。避けのメリットその2、避けには投げ抜けを仕込めます。ここ大事なんですよね。つまりフリーフレーム背負った時に打撃に対、避け投げ抜け仕込みとやると打撃に対して避けが出て投げ抜けに投げに対して投げ抜けができるという
まあ、スーパー防御テクニックになるわけですね。避け投げ抜けという大事な大事なテクニックなんですが、そういうことが可能になります。そして3つ目、避けは全ての打撃を避けれるわけではない。じゃあまあフリーフレームになったら避け投げ抜け入れてたら安定ちゃうのとなりますが、そんなわけでもなく、まず避けは全ての打撃を避けられるわけではありません。バーチャファイターママには回転系と言われる攻撃が設定されておりまして、全回転、避けに対しては絶対当たる全回転攻撃っていうか、成功避けが出ない、絶対出ない、全回転攻撃、そして奥側手前がどちらかに対して成功避けを出させない半回転攻撃っていうものがあります。まあ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 、全てのフリーフレームを避け投げ抜きで安定して回避できるわけでもありません。そしてもう一つ、成功避け、相手の打撃に合わせられなかった避けは失敗避けになります。実は、この失敗避けもエスケープの一個のコード、全体コードの一つなんで、失敗避けの後半は各種コード、しゃがみダッシュとかでキャンセルできるんですが、失敗避けの前半フレームはそういうキャンセルコードもできないので、有利フレームで技を出さず遅らせて攻撃する、遅らせによって避けは潰せます。成功避けが出なかった場合は絶対失敗避けになるということをうまく使った遅らせっていう読み合いがあります。まあ、他には、成功避け中は避け攻撃という専用攻撃が出したりなどなどあるんですが、まあ避け攻撃はキャラの個別があるんでいろいろとあります。まあ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 、まあ、あとは4の時代は失敗避けの後のキャンセル可能時間がめちゃめちゃ早かったので、相手の打撃に対してフリーフレームで、避けの入力、ニュートラル投げ抜け、即しゃがみダッシュガードとかいうテクニック、何やったっけな、もうテクニック名忘れたそういう入力で大体の攻撃を、多くの状況をファジー入力で耐えることができたんですよ。そういうテクニックもありましたが、今はかなり緩和されています。そうそう万能でもなくなったと思っていただけるといい感じですね。まあまあ、バーチャファイターの攻防の基本は、フレームです。肘有利、膝有利に対しての打撃と打撃の2択、そこに入ってくる避け、エスケープもしくは避け投げ抜けっていうところが攻防の多くを担ってきてたんですが、バーチャ5から、だいぶそういうフレームだけじゃなくて、中遠距離での攻防も割と重くなってきたように思います。そうそうそう、 ARE とか OR とかその辺のテクニックですね。なんですよね、バーチャ5ぐらいからだいぶ中遠距離の攻防も重視されるようになって、そういう空振らせてもう一度浮かせるとか、そういうところが見直されてきた感がありますね。結構ね、バーチャーと鉄拳のゲームシステムはお互いが後追いしながらいいところ、そしてまあまあ元々あったいいところをお互いが吸収している感じがここ5年ぐらいはするので、そういうところで鉄拳のなんだろう、避け角みたいな感じもバーチャーでも5ぐらいから見受けられるようになってきてますね。そうなんですよね。ただね、今大体のそういう有利フレームの攻防について口で説明しましたが、これがね、口で言うのは簡単だけど実際にやるのが難しいという典型的な
ゲームでして、バーチャファイターっていうのはまあとにかく展開が早いんですよ。そこがねバーチャファイターの一番面白い点、難しい点じゃないかなとは思います。ゲーム性としては今言ったようにその中段と投げの3組、中段投げガードの3組というのが存在しながら構成されてるんですが、そこでの状況判断というものがね非常に難しいゲームです。難しいというかやることはシンプル、ただし極めるとなるとそこが知れないですよね。読みとかだけでねなんとかなるゲームでもなくて、そこをねちゃんと全てのカウンターヒットとかを状況判断とかしながらやる人間がいるというのがバーチャファイターの動画で見てたりすると一番面白い点ですね。結構ねバーチャファイターはまあエポックメイキングなゲームだけあって、大きな大会、メーカー主催の大きな大会、バーチャファイター全国大会や格闘新世紀、後に名前を書いての格闘新世紀、アテナ杯、後に拠点を変えてのビートラ杯からの VFR、 そして闘撃と、今はその3つぐらいがめっちゃ大きな大会として認知されて運営されてるんですが、どの大きな大会見ると、どの大会もすごい対戦とかよくありますね。格闘新世紀は僕のイメージなんですけど、そのメーカー公式の格闘新世紀は割といろんな新しい才能を持ったプレイヤーが勝ち上がってくる、もちろん新しい才能って言ってもその全国的には名の知れたプレイヤーが勝っていくんですが、そういう昔から実績があって2連覇とかいうプレイヤーよりかはそういう今までは優勝できなかったみたいなプレイヤーがここで初大会みたいなイメージがあります。 VFR はその逆で、ちゃんと実績持ってるプレイヤーが団体戦で勝ち上がりながら、名勝負、そういう強いチーム同士の名勝負みたいな感じなイメージがあります。そして、俺のイメージその3は闘撃なんですけど、闘撃はファンタジーです。ファンタジーって本当にね、とにかくファンタジーですね。俺の闘撃に対しての印象は何が起こるかわからない、一人のプレイヤーが全盾で駆け抜けることもあれば劇的な大逆転とか、そういう一番なんつうんですかね、動画勢に受ける展開になりがちなのが闘撃だという印象がありますね。イメージなんで細かく見ていくと全然そんなこともないと思うんですが、多分ね、見てて一番他芸勢が見てて一番盛り上がれるのは闘撃の過去のバーチャファイター動画な気がします。いやー、土蜘蛛パイとかほんまやばかったですね。本当にね、闘撃の初回2回がバーチャファイター、バーチャファイターの初回2回、2003と2004が本当にもうたった一人のプレイヤーの全立てみたいな感じで決まってるんですよ。その時の印象がとにかく強くて、またその時のプレイヤーがね2人ともねめちゃくちゃうまい系のプレイなんですよ。本当になんでそう、だからさっき言った酒投げ抜けとか有利フレームとか状況判断とか完璧な、本当極めました、バーチャファイター極めましたみたいな、そんな動きで本当にね印象に残ってます。
そうだからその展開の早いゲーム性なんですが、ある程度まあまあまあ普通にガチャガチャやる分になると殴り合いとかこの技の後これとかそういう感じになるんですが、バーチャファイターはのすごいところの一つは上のプレイヤーのプレイヤー性能が見えないという一言につきますね。もうさっき言った闘撃初年度の2人、ゴー、あー名前出てこへん、誰やったっけ、チクリーンさん、土蜘蛛パイしか名前出てこへんとか、まあとにかくね上位のプレイヤーのまあまあやり込みもありのプレイヤー性能の高さっていうのはね本当にすごいですね。まあ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 格ゲー歴長い人やったらバーチャファイターのチビタという最強プレイヤーの一人を聞いたことあると思うんですけど、逆にねそのねそうゲームセンター嵐、ゲームセンター嵐嵐さんの号、あれもやばかった、あれがやばかった。ちなみに当時嵐最弱キャラでそう最弱の一角って言われてた号だったんですが、その号がまさかの11立てで優勝というそんな年でした、初年度。いやー本当にやばかったですね。まあまあちびたさんの話なんですけど、逆にねそのトッププレイヤーでも質がいろいろあって、何だろう、そういうフレーム関連などを全部状況判断しながら機械のようにリスク管理をしていく、まあまあゲームセンター嵐いや土蜘蛛といった人もいれば、逆に何だろう、なんでそんなことをしてんのに勝つのみたいなプレイヤーもいます。まあ、そういうプレイヤーは、まあ、言うてもチビタというプレイヤーがすごいんですけど、まあまあバーチャファイターちょっとかじったぐらいにチビタリオンのプレイとか動画を見るともうね開いた口が塞がらないと思いますね。今でもね、なんだろう、チビタ動画とか僕たまに見るんですけど、なんでってなりますからね。でも当たる、そう当たるの。もうねなんていうんですかね、まあまあぶっちゃけ言うと何が見えてんのかわからない、もうほんまに。でも当たる、そういう本当のファンタジスタというプレイヤーもいるのがバーチャファイターというシーンです。他にもね、僕がなんだろう、僕はまあバーチャファイター言うたら動画勢なんで、そういうこのプレイヤーは最強すぎるとかいないというか全部言えないんですけど、本当にねバーチャファイターのトッププレイヤーの方は、なんやろう、長年の経験に基づいた経験とやり込みが本当にすごいので、まあまあまあ一度バーチャファイターをちょっとかじったぐらいの時にいろいろ動画を見てもらえると楽しいかなと思います。まあ、そういうねバーチャファイターの魅力っていうのは、まあ、上位の人間はそんな感じで、なんやろう、マジでっていうぐらい強いんですけど、ある程度はやっぱりシンプル、先ほど言ったように3ボタンから始まる、あとそういう3すくみゲーム内容がかっちり作られてるということもあるので、まあまあある程度新規に始めやすい、かなりね始めやすいゲームじゃないかなと思います。やっぱりね、そう反応いい人多いんだけど、ナンフレの技が見えるとかじゃないんですよね。そうじゃないんですよ、このコパンがカウンターヒット黄色ヒットしてんのを確認して、その22フレの間で最適な状況判断をして膝を出したり、酒を読んでの遅らせ膝を読み合いの中でちゃんと出していくっていうのがね、どれだけ格ゲーとして難しいか、僕にはそういう状況判断が全然できなかったんで、あのゲームは続けられない、勝てないそう勝てないと思ってやめちゃったんですけど、バーチャー4の時に。ただまあまあもう一度言いますが、ゲーム内容かっちり作られてて、とっつきもすごいシンプルなので、今から格闘ゲーム始める
というタイトルの中ではかなりお勧めしやすいタイトルですね。まあ、残念ながらって言ったらあれなんですけど、バーチャファイター今は昔ほどのムーブメントはないんで、割と流行ってる店を見つけたりするのも難しい現状もあったりするんですが、そこでね、ゲームアーカイブスですよ、PS3 と Xbox で最近家庭用のダウンロード販売が始まりまして、50万ダウンロードもね、全世界を股にかけるハーフメガヒットになってます。まあ、なんで、まあ、まあ近くに流行ってるゲーセンがなかったら家庭用で始めてもらうということもできますので、結構そういう格ゲー始めてみようという方にも大いにおすすめできるゲームですね。実はですね、私的な話になって申し訳ないんですけど、実は僕弟がいまして、はい、僕の弟がいて、昨日あたりに実家に帰ってきて、まあ、ちょっとしかも昨日アチョ遊びに来てたんでちょっと喋ってたんですけど、まあ、うちの弟実は1年ぐらい前からバーチャファイターを始めましてなんですけど、今ではもう立派な練士です。結構ね、割とやってるみたいで、なんかツイートをちょっと昨日見つけたんで追いかけてみたら2000戦とかなってたりして、結構やってるみたいで、初めての格ゲーってわけじゃないんですが、まあ、そういうゲームセンターにあまり来るようなことがないプレイヤーでも割ととっつきやすい、とっつきやすいというか、シンプルで分かりやすいので、はい、触りやすいゲームになってるみたいになってます。弟 ね、 ハンドルネーム ね、 実は昔同じゲーム1個だけやってて、その頃は水球、水に球と書いて水球だったんですがなんやねん水球でお前しまくぞってなったんですが、今円空ってなってましたね。火じゃなくて火を2つ並べて炎の球で円空ってなってました。今ね、大阪で、南大阪あたりでバーチャープレイしてるみたいなんで、はい、南大阪の方は可愛くしてあげてくださいワンちゃん配信とか見てんちゃうかな。そんな感じです。そう、昔は水球でした。別に笑うところでもないけど笑っちゃうよね、しょうがないよねはい、まあ、そんな感じで実はね、身近に、バーチャファイター5から始めて、今からなんだろう、割とできるようになってきたっていうプレイヤーを見てるので、まあおすすめ、本当にね、おすすめしやすいゲームですね。今だからゲームセンターで稼働している対戦格闘ゲーム割と種類ありますけど、まあその中で、このゲームは格ゲー初めての人でもおすすめできるというゲームのトップ2ですね。まあ、1つは 2D の P4U、 1つは 3D のバーチャー、この2つはまあ本当に初心者にもプレイしやすいゲームじゃないかなと思います。さて、喋ることがそろそろ減ってきたぞバーチャファイターのあとはシステム解説とかではなくて、システムがね、少ないんですよ、このゲーム。シンプルすぎて、他のゲームやったらね、やれこのゲージが、やれこの読み合いがとか言えるんですけど、シンプルすぎるんですよこのゲーム、ほんまに。打撃投げ、ガード避け、投げ抜け、今1個避け投げ抜けとかいうことも全部言っちゃったまである。あとはね、バーチャファイター5ゲーム性としては、バーチャファイターといえば昔は、リングアウト、中央に四角のステージがあって、リングから出るとリングアウトというリングアウトというラウンド条件があったんですが、今もあるんですが、今のバーチャファイターはステージが非常に多く、ステージによっては、
壁に囲まれたリングアウトがないステージもあれば、リング際の壁が低くて歩いてるだけではリングアウトにならへんけど浮かされるとリングアウトしちゃうステージ、もしくは、壁がめっちゃ高くて絶対リングアウトしないステージもあれば、ラウンドごとに壁が出てきたり出てこなかったりするステージもありのと思いきや、なんだろう、壁際まで最初開幕から1メートルという壁がめっちゃ近いステージもありのと、さまざまなステージがある、まあ、そういうのもバーチャファイターの面白さの一つですね。正解コードがねシンプルながら難しい、選ぶのが難しいゲームです。読み合いまで絡めてもだいたい95点の行動とかどの状態にもあったりするんですが、それをねちゃんと選択するのが難しい。ただなんやろ、ちゃんとゲームできるっていうのはでかいですね。ステージの話なんですが、まあ、壁があるということは壁に向かって殴れということができるわけです。バーチャファイター5のコンボシステムなんですが、一つが壁ですね。壁に当たった後壁張り付き、壁張り付きというステータスを出して壁張り付き状態の相手にコンボを決めるという、まあ、壁張り付きというステータス、もう一つが、地面バウンドというステータスがあります。浮かした相手を地面にバウンドさせてそこにもう一度空中追撃ができるという、まあ、この2つのステータスが、高ダメージコンボの中継に使われます。床バウンドについては、まあ、ぶっちゃけ鉄拳のパクリでコンボのつなぎに使われるんですが、壁に関しては、まあ、これも何やろ鉄拳の後追いなんですが、壁に関しては実は、バーチャの方が非常に危ないです。バーチャは結構そういう何だろうリアル重視の格闘ゲームっていう話は最初にしたんですが、まあ、リアル重視ということは風船のように人間が浮くんじゃなくて、殴られた相手蹴られた相手っていうのは横に吹っ飛ぶことが多いわけなんですよ。まあ、まあリアルで考えてもそうじゃないですか。グーパンで画面の前にいる人間ぶん殴ったら、まあ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 相手よろめいて下がったり、まあ、下手すりゃ相手が吹っ飛ぶわけなんですが、バーチャファイターもそのリアル重視というかリアルの例に漏れず殴られた相手は吹っ飛ぶことが多いんですよ。そういうダウン属性とか持ってたりする技で吹っ飛ぶ攻撃が当たると壁に当たるわけなんですが、まあ、その吹っ飛ぶ攻撃が多いのでその壁張り付きという状況はまあ、まあ、同じ 3D ゲーで言ったら鉄拳に比べて多い、そんな印象がありますね。壁のダメージのやばさはバーチャの方が上です。もう見てるとね本当すごい、昔のバーチャーしか知らない人間にしてはすごいつながり方をした上でキャラの体力が一瞬でなくなる、それ一瞬でなくなるっぷりも相当やばいです。今は、まあ、コンボとしてはね、そういう膝系の攻撃を浮かして空中でつなぐっていう形になってますね。あとねバーチャーのねとっつきやすさのもう一つが、結構ねそういうコマンドが基本技コマンドが共通っていうのもありますね。昔はね、バーチャファイター個別のキャラの技があったりして、例えば、投げも、コマンドプラス P ボタンが P だけで出る技があったり P プラス K の投げもあったりして、そういう時代もあったんですが、今は投げは PG、 しかも立ち投げやったら前か斜め下、最後のコマンドが前か斜め下の2つになってたりとか、膝大きな浮かし系統の技は 3N3 というコマンドに共通化されてたりします。昔はまあまあ、6プラス K で膝が
大概のキャラの膝は出てたんですが、まあ、今は浮かしは33に大体統一されてます、まあ、そういう浮かしだけがねバーチャのコンボになるわけじゃなくて吹き飛ばしからの、特定追撃っていう感じでコンボになっていく技もあるんですが、まあ、まあ浮かしは33ケージ、そして肘系と肘は6プラス P というふうに、まあ、まあそういうフレーム関連で大事な基本技のコマンドが割と共通化されているっていうのもとっつきやすい点じゃないかなと思います。まあね、僕は個人的には実は33というコマンドがめちゃくちゃ苦手でほんまに苦手なんですよ33俺。なんでね、昔は俺ジェフリーとかサブで使ってたりしたんですが、いつの間にか膝が33になってて、ね、膝が出せないってなってからは、ジェフリーにごめんなさいしましたね膝が出せないジェフリーとか何すんねんおいほんまにってなっちゃいましたね。さて、いうことがなくなってきました。バーチャファイターの魅力的なキャラクター紹介、これねやっていかないとダメでしょう。バーチャファイターのキャラクターはまずは、バーチャファイター1が8人から始まってます。リアル思考、まあまあリアル思考の対戦格闘ゲームということで、そういう、キャラクターは、波動拳とか宙に浮く竜巻旋風脚とか飛び上がるアッパー昇竜拳とか、そういうものは基本的に持っていません。もちろん目からビームとか翼が生えて飛んでいくとか、そういうのも全然ありません。僕ねレバーの持ち方は、バーチャーやってることは確実につまみ系でやってたんですが、今はねつまみというより握り系に変わってるんですけど、つまみでしたね。結構三苦手だったし今でも苦手です。さてバーチャファイターは、まあ、そういうリアル思考の対戦格ゲーということで、そういう謎の格闘家が何やろ手から青い球を出すということもなく、実際に、存在もしくは存在するであろう格闘技をベースにキャラクターが作られています。これもねバーチャファイターが出るにあたってすごく人気を博した理由だと思うんですが、リアル思考リアルっぽいかつ、そういう実在する格闘技からをベースにしてキャラクターを作っている、そういうのがやっぱり人気を博した原因の一つだと思います。さてバーチャファイター1のキャラ8キャラ、まあまあ1キャラ目からいきなりいく、雪あきら、あきらですね。八極拳使い雪あきらです。八極拳っていうとね割とねバーチャファイターが出るまではかなりマイナーな格闘技だったと思うんですよ。まあまあまあ八極拳というものが、まあ、メジャーっつったらあれなんですけど、割と聞くようになったのはあきら以降だと思います。後期そういう気合気功というものを、後期功というものを使って単発の打撃をメインで使っていく格闘スタイルです。なんでアキラの特徴は単発打撃かつ、そういう打点の高さというのがまあまあ特徴ですね。ゲーム内でのアキラの立ち位置は、まあ、まあ多くのバージョンで最強キャラもしくは最強に近いキャラという形になってます。やっぱりあのコンビネーションとかがないので、もしくは突進力のある技、薬歩長中猛虎後破山という突進力のある技があるので、自分のそういう中間距離から自分の
前にできるので、そういう点がゲーム的には強いと評価されるバージョンがあれば、まあまあ最強キャラの一角もしくは最強キャラになってたりしてました。さてまずは結城彰、八極拳の結城彰、単発打撃。そして2キャラ目が姉妹ですね、ジャッキー・ブライアント、そしてサラ・ブライアント。ジャッキーとサラは、格闘スタイルはジークンドーです。ジークンドーというのはまあまあまあ知ってる方も多いと思うんですが、ブルース・リー、20世紀の最強のアクションスターブルース・リーが開祖した、総合マーシャルアーツのことをジークンドーというんですが、まあ、そういう総合マーシャルアーツ使いです。バーチャー1、バーチャー2の頃は、ジャッキーはそういうジークンドーの中でも総合マーシャルアーツというところにが重視されまして、なんだろう、なんていうんですかね、個性がそこまで出ない打撃かつ使いやすい、そういう打撃技に変調してたんですが、バーチャの4あたりから、ジークンドの中でもそのブルースリーの動き、ブルースリーっぽいよりそういうジークンドに、イメージが変わってきました。だいたいね、バーチャ4のビルジーとかそのあたりが出た時ぐらいから、なんだろう、ブルースリーっぽい動きっていうのがなんか増えてきたように気がしますね。ジャッキーはまあそういう、まあそれでも総合マーシャルアーツというところで非常に通常技の癖がない、扱いやすいキャラになってます。癖が少なくコンビネーションが多い。あとはまあ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 、なんやろ、男性キャラなので割とパワーもある、そんなキャラですね。そしてまあまあ妹のサラ・ブライアントさん、まあ、サラさんは、総合マーシャルアーツプラスなんか暗殺拳の使い手っていうか、そういうなんつうかね、何やったっけ、 E5 やったっけ、バーチャファイターにおける秘密組織に一度捕まってたりして、割とそういう暗殺系な使い手になってるんですが、まあ、サラはそのジークンドーのうちでも総合マーシャルアーツという方に特化したプレイスタイルです。バーチャ4の方からまたジャッキーと同じく個性付けをより増やすために、足技重視というキャラの個性、まあ、フラミンゴという足技重視のキャラ個性が付け加えられてます。まあ、サラは、ジャッキーに比べてそういうコンビネーション技でも、コンビネーション技の質が高くて、 J6 ごめんなさいいいじゃない、 F でもない J、 はい、コンビネーション系の動きがより前面に出てる、そういうキャラになってます。でサラの次が先に影丸ですね。影丸、忍者です。あー出ちゃったか、忍者出ちゃったか。これね、バーチャファイター談義をするときにね、いつもね面白いのがね影丸なんですよ。リアル思考とか言っときながらまさかの忍術、はい、忍者的な柔術、そういう古武術使いの一人ですね。影丸忍者です。忍者っつってもそんな、なんやろ、ワープとか分身の術とか、雲隠れの術とか使うんじゃなくて、そういう日本の古武術的なそういう格闘スタイルです。ゲーム内での立ち位置は、最強キャラですね。あのキャラはバーチャ1バーチャ2の頃から非常に強力な技が多く
まあ、多くのバージョンで最強キャラもしくは最強キャラの一角を占めたというのが、まあ、この影ですね。まあ、影といったら代表的な技が小円楽という巴投げしながら相手を真上に吹き飛ばす技なんですけど、まあまあ小円楽で笑った影使い、小円楽に泣いたプレイヤーも多くいるんじゃないでしょうか。キャラクター性能としては非常にオーソドックスな、特にあの肘クラスの技が非常に使い勝手がいい、そういうキャラのイメージがありますね。まあまあまあ、あとはまあまあコンビネーションや構えなどでもそういう大技ではなくて中技ぐらい肘クラスの技が非常に多く、また性能がいいというイメージです。フレームとかが得意な プレイヤーが使うと手に負えないっていう感じですね。影、さて影の次はこっちですね。こっちからいきましょう。ウルフフォークフィールド、なんか名前間違ってる、ウルフさんです。ウルフのプレイスタイルはプロレス来ましたよ。まあまあまあ、まあ、大概のプロレスキャラが、格闘ゲームに出てくると元闇レスラーみたいな感じなんですがまあまあウルフさんです。まあまあまあ、プレイスタイルプロレスっていう時点でもう何が起こるか大体わかると思うんですが、プロレスといったらなんつうの、派手な投げということで、まあまあまあ、ウルフはバーチャファイターにおける重量キャラ、投げキャラ担当その1です。ウルフの代表技はジャイアントスイング。まあまあ、バーチャファイターを代表する投げ技ですね、ジャイアントスイング。結構ねウルフは特にバーチャ4からなんだろう、投げの刷新が行われたりしたんですが、ずっといろんな投げが増えたり加わったりしてたんですが、バーチャ4からバーチャ5に当たって投げ技が全部刷新されたりしたんですけど、残ってる技は、ジャイアントスイングだけっていうか、まあまあウルフを代表する投げですね。他にもなんだろう、あのツームストーンパイルドライバーとか、なんかその辺のプロレスファン垂涎の投げ技を持ってます。打撃に関しては結構小回りの効く技もある、そんな印象ですね。ただまあ重量級らしくそこまでなんやろ、コンビネーションとかもなくっていう感じです。投げキャラソロに、ジェフリー・マクワイルド、ジェフリーさん、流派パンクラチオン、パンクラチオンってなんやねんって話なんですけど、なんだろう、古代ローマのコロセウム闘技場で戦ってた奴隷格闘技、古代ローマのそういう奴隷格闘技のことをパンクラチオン。まあまあまあ、日本では総合格闘ブームの時にパンクラスというものが出てきて、言葉自体は割と有名になったと思います。ジェフリー・マクワイルド、パンクラチオン。まあまあ、パンクラチオンって言ってもあのパンクラチオン自体がその過去のもので受け継いでる人もいない、空手と違ってあの名前だけの存在なんで、まあまあまあ昔の技をどう再現するのかって話なんですが、まあまあ、まあ、バーチャファイターにおけるパンクラチオンはなんだろう、重い打撃技と投げ技中心の総合格闘技という位置づけになってます。やっぱりあの投げキャラっつったら代表的な投げ技があるんですけど、あるんですが、ジェフリーさんの代表的な投げ技はサンスサン PG のスプラッシュマウンテン。もうマジでね出せないのスプラッシュマウンテン出せない、出ない、ほんまにね悲しかったですね。スプラッシュマウンテンがなんかサン PG の投げに化けた瞬間悲しかったですね。あとはねバーチャ1とバーチャ2においては最もダメージが高かった技が、ジェフリーのトーキックスプラッシュマウンテンというこういう技で、トーキックが当たってたらそのままスプラッシュマウンテンに派生する
打撃から投げ派生するという技があったんですが、それが一番ダメージが高くて必死に練習した思い出がありますね。打撃スタイルは、ジェフリーに比べて大技重視、ヘッドバットやキープアタックなど、いや腕や足にこだわらない、そんな攻撃を大量に持ってます。どっちかというと中間距離で単発系の打撃がウルフに対して多いですね。ウルフはまあもうちょっと近距離で肘クラスの攻撃、もしくはもっと遠距離でショルダータックルやラリアットの打撃が多いのに比べて、中間距離により優れているという印象です。スプラッシュマウンテンがバグ技だったバーチャファイターは詳しくマジでバグ技そんなんやん。さて6キャラ来たはず、あと2キャラは親子キャラですね。ラウチェーン、そしてパイチェーンです。ラウ、職業コック。もう、格ゲーキャラコック多いよな、本当。最近で言ったらブラボーとかもコックですけど。職業コックの、ラウチェーンさん。格闘スタイルは、遠征剣。ごめんなさい、古円剣。虎、ツバメの剣。と書いて古円剣です。まあ、中国拳法系。かつ、なんだろう、八極拳とは違って、高の技、後期系の格闘流派ですね。古円拳っていうのは、なんていうんですかね、少林寺流派の中では、まあ、少林寺流派の一つだったはずなんですけどね、なんていうんですかね、こちらも、伝説の格闘技、名前だけ知られてる格闘技っていう感じで古円拳っていう感じなんですが、まあまあどのようにバーチャファイターの流れは再現されてたかと、されたかというと、なんですかね、派生技重視なんですが、その派生技が、初段から浮かせられる重い技、そっから派生技になっていく、また、大きめの足技が多かったり、そういう古円拳は浮かせることに特化しているようなゲーム内での立ち位置です。バーチャ2においては、ラウ最強キャラとなっておりまして、射上昇というカウンターで浮かせる射上昇という技があったんですが、その技がまあ出ら強いっていうとこから、バーチャ3でもバーチャ4でも、なんだろう、そういう射上昇をメインにベースにしたような浮かせられる技っていうのが追加されたりして多くのプレイヤーに親しまれてますね。もともとトースプしかないはずだったのが 33PK でスプラッシュだけ出るバグだったのかよマジで、そうウルフもスプラッシュマウンテン持ってたんですよね。それもバグかよ、マジか、知らんかった、バグだったんですね。まあ古円拳、そういう浮かせ技、手を使った浮かせ技が非常に特徴的な、そういう格闘スタイルですね。もちろん足技もたくさんあったりして、回転系の技も豊富に持ってます。そしてその娘が使う、パイチェーンが使うのが古円拳の、派生から伝わったと言われる遠征拳、ツバメ青い拳ですね。遠征拳は確か、ちゃんと中国で受け継がれておりまして、まあまあまあゲーム作るときに鈴木優がいろいろと、なんやろ、格闘の流派予習しに行ったっていう話なんですが、遠征拳はちゃんと予習したっていう感じです。遠征拳は、古円拳と比べてそういう、まあまあ、虎の部分、そういう低の打撃で浮かすパワーあふれる打撃の部分が、ある程度減っている、なくなってまして、代わりに、もっと軽やかな、遠征拳、名前の通りツバメっぽい軽やかな打撃で戦う、そんなキャラ、そんな格闘スタイルですね。
パイはね、なんだろう、昔からそういう格闘とし、なんやろ、キャラとしてのイメージがあまり変わっていないキャラですね。昔からそういう軽やかな打撃を使って手数で勝負していく、そういうイメージ今も残ってますね。バーチャ5になってからも派生系の技がついたんですが、その中でもあんまり重い技じゃなくて軽い手数重視、フレームでいうと肘売りから肘技が多めのキャラですね。キャラクターの種別としては、バーチャファイターにおいてはパイ・サラが軽量級キャラ、ウルフ・ジェフリーが重量級キャラで、浮かせ技が当たった時の浮きの違いなどもあります。バーチャファイターの、8キャラがこんな感じ。そしてまあシリーズごとに2キャラずつぐらい増えていくわけなんですが、まずバーチャファイター2で増えたのがシュン、シュンデイとリオン・ラファエル。シュンは、格闘スタイル水拳、水拳ってこれがね、バーチャ2見た時の驚きの一つが、このシュンというキャラの水拳のモーションの水拳っぽさ失礼しました。マジでね、水拳なんですよ本当に。格闘スタイルは水拳です。おじいちゃん、シュンデイはおじいちゃんなんで、リーチ、手技足技のリーチは短かったりして、身体的ハンデは抱えてるんですが、酒、飲酒というシステムがありまして、そういう特定の飲酒技、酒を飲む技を行使することによって、強力な技が使えるようになったり、強い派生が出せるようになったり、あと、攻撃力もアップするという特徴があります。バーチャーファイターにおいて、ジジイの立ち位置なんですが、飲酒系の調整をの加減が難しいっぽく、飲酒系の技もしくはサマシのシステムで優れてるときは最強キャラ、ちょっと粛清された後は最弱キャラというね、非常に立ち位置の難しいキャラになってます。ただ、基本技 3P とか、合計時旋風体とかその辺の技、あとは、236P で出る超腕両拳という飲酒に関わらない技が結構ね、強かったりして、飲酒系のシステムが弱い時代でも結構いろんな人が好んで使ってるというイメージありますね。今は飲酒からの特殊構えとかもさらに強化されて、より強いウザキャラみたいな感じになってるみたいですねリオン・ラファール、リオンです。格闘スタイル灯籠剣、灯籠剣、カマキリの剣ですね。これまたね、灯籠剣ってね、出た時のモーションがまたすごく良くて印象残ってますね。あとは声ですね、リオンの声、イーンっていう声があるんですけど、これがまた何やろ俺のイメージなんですけど、登録権っぽくて、はい、そうですね。おじいちゃんの動くバーチャ2のデモ画面ね、あれ良かったですね。本当にすごい。どっかで動画になってるはずなんで、今でもね、あのモーションはすごいって思えるんで、一度ご覧ください。さて、灯籠剣、リオン・ラファールなんですが、ヨンデジのごとくカマキリの動きを模した剣法、灯籠剣がゲームにやってきました。見たままです。ただね、リオン・ラファールかなり不遇のキャラで、多分ね、リオンが最強キャラってなったバージョンはないんじゃないですかね。リオン最強ってなったバージョンはね、あんまり聞かないですね。時には上位キャラに入ることもあったんですが、大体の場合は中堅以下という立ち位置です。
というのも、リオンは昔は今はちょっと分かんないですけど、タチコパン、タチピー、そう、タチピーとしゃがみピーの発生が遅いっていう時代があって、小技がとにかく弱い、そういう基本形の小技が弱いという、そういうキャラ特色があるんですよ。今はちょっと分かんないですけど、多分今もある程度は弱いままです。あと、下段が豊富、下段が強く下段が豊富っていうのがリオンの特色の一つなんですが、まあまあ最初に申し上げた通り、バーチャファイターってそういう下段じゃなくて中段と投げのゲームなんで、バーチャファイター 5R は最強クラスあるかも、はいはいはい、最強クラスあるかもってなってしまうのがかわいそうという、まあまあまあ、どっちかというと不遇キャラです。リオンのダウン攻撃がすごく強かった時があった気がする。そうですね、昔もリオンは強ダウン攻撃、あのイーンって言って上からかぶさってくるあの攻撃がめっちゃ強かったですね。2の頃はあれがちゃんと最速で起き上がらないと2回入っちゃったりとかするダウン攻撃を持ってました。まあ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 、あとはまあまあ下段が多い、下段からのコンビネーションが多いのに加えて、突進力のある技もいろいろあったり、ああ上段ガード外しが凶悪、はいはいはい、今も強い、そうかそうか、まあ、そういう突進力もあったりっていう感じですね。今も強い、いや全国のリオン使いの皆様お待たせしました、今のリオンは強い、これはね行幸ですね。さてバーチャ2のキャラは灯籠剣と水剣、それではバーチャ3の新キャラなんですが、バーチャ3の新キャラ2キャラ、1人目が葵、梅野浩二葵さん、格闘スタイルは合気道合気柔術使いです。まあまあ、合気道合気柔術といえば、まあ、イメージ的には皆様あれですね、あの柔欲合を制すというかいなし技とかなんですが、まあまあその例に漏れず葵さんにはいなし技というものがたくさん設定されています。また合気柔術ですので投げ技も豊富となってます。打撃の性能は肘クラスの技が、かなりコンビネーション技になってて使い勝手がいいというところはあるんですが、打撃の性能は貧弱、まず、単発がいろいろ軽いということと、あと、小技があまり性能が悪い技があったりして、密着距離とかでは割と苦労する。あとはコンボのダメージもあんまり昔はなかったっていうイメージがありますね。肘クラスの技は、肘クラスの技2つあって、どっちもコンビネーションだったりして、そこから派生もあったり、合気柔術の葵の特徴はその途中でコンビネーション技をガードで止めて、違う技に移行できる技っていうのが非常に多いっていう特徴も持ってます。中段中段かと思いきや中段途中止めで投げてくるとかで、暴れる相手を下パンで止めるとか、そういう相手を幻惑するような動きというのも非常に多いというキャラ特性ですね。まあまあまあ、バーチャファイター4から実装されたさばき技、特定の打撃要素を、ガードで受け止めながら、ガードで受け止めるチャーは、さばきながらこっちの打撃が入るっていうさばき技っていうのも葵はたくさん所持してたりして、そういう、相手の攻撃をいなす、もしくは、連携で翻弄するというキャラ特性に仕上がってます。また葵は軽量級、まあ、女キャラなんで軽量級ですね。そして
もう1キャラが高嵐さんですね。バーチャファイター4で削除されて、バーチャファイター 5R で変えてきた高嵐、相撲、ザ相撲キャラです。相撲レスラーの高嵐さんなんですが、まあまあまあ、まあ、もう見たまま相撲です。張り手、ぶちかまし、突っ張り、桁繰り、そして豊富な投げ、上手投げ、上手投げ、かわず掛けなどなど、まあ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 、まあ、相撲レスラーが対戦格闘したらどうなるのみたいな、非常に相撲レスラーです。ただ高原氏はね、ゲーム的にはまあまあまあ、なんつうんですかね、あの連携がまず非常に豊富で、自分のペースで試合を一旦始め出すと止まらないっていう特徴がありながら、中間距離での読み合いも結構強く、割と突進力がある技もあるので、そういうところで自分のペースで戦えている分には非常に、なんだろう、味のある強力なキャラなんですが、高梨の最大の弱点は、でかすぎる、重すぎるせいで、高梨限定というコンボ、もしくは高梨だけ当たる連携とかいうものが存在して、そこが最大の弱点ですね。浮かない代わり、重すぎて浮かない代わりに、のけぞりが長めに設定されたりして、高梨限定コンボっていうのが、しかもそれが減るっていうのが最大の弱点なんですが、ただまあ昔はバーチャファイター3で出たばっかの頃は、まあ、これただの参拝キャラだろうって言われてたんですが、全国大会格闘新世紀で高梨を優勝させたすごいプレイヤーがいて、それ以降評価は一変してますね。まあ残念ながらバーチャファイター4ではポリゴン数の都合により、そうなんですよね、ポリゴン数の都合により一旦削除されたんですが、バーチャファイター 5R で奇跡のカムバックを見せ、まあまあ今もそういうキャラクターの特色はそのままながら、バーチャファイター界を、なんやろ、すごく跳ね回っております。さて3が2キャラ、バーチャ4ですね。バーチャ4はさまざまなバージョンがあって、まずバーチャ4を無印で追加されたキャラがベネッサとレイフェイです。レイフェイは、あれですね、スタイル少林拳、格闘流派少林拳となってます。これね、僕は格ゲーマニア、格闘マニアが、格闘技マニアじゃなくて、グラップラーバケモン全然呼んでないぐらいの、ライト、なんやろ、格闘技マニアとは到底言えない人間なんですが、格闘ゲームマニアとしてはレイフェイの紹介ガンガン見てたわけなんですけど、少林拳というのは、なんですかね、一つの流派を指す言葉ではなく、その少林寺が、研鑽したたくさんの、集めたたくさんの流派の総合のことを少林拳というんだそうです。だからそういう中国の、カンフーって俗に言われる中国拳法と思われがちなんですが、少林拳というのはそうではなく、バーチャファイター、少なくともバーチャファイターにおける少林拳というのは、その少林寺に集められたたくさんの格闘術総合のことを少林拳というだそうです。そういう中でのレイフェイ少林拳のスタイルなんですが、ゲームの内部では、無数に存在する構え移行技を使ったコンビネーションが売りのキャラになってます。構えは5種類あって、まあまあ普通すぐに移行できる構えから、
特定の技を継承しないと移行できない強力な構えもありながらという感じですね。まあまあまあ、まあ個々の技はそういういろんな中国拳法の総合体、こんな拳法やこんな拳法からいいとこ取りみたいな感じでやってるので、個々の技としては非常に強力な技もあったりするんですが、構えに移行しないと出せない、もしくは自動で構えに移行してしまうというところがなかなかネックになって、なんだろう、攻めるにも守るにも対策しやすかったり制約があったりと、玄人好みのキャラになってます。ただキャラとしてのポテンシャルは非常に高いみたいで、プレイヤーの習熟が進んだ、まあまあバーチャファイター4の後半ぐらいから強力な、全国的に強力なプレイヤーっていうのが出始めているというのがイメージですね。そしてベネッサルイス、ベネッサルイスはこちら、流派はなんだっけ、ちょっとねベネッサはね変わってるんですよね。ベネッサは登場当初は流派マーシャルアーツだって、モードチェンジというものを使ってディフェンシブスタイルとムエタイスタイルという2つの格闘モードを使って戦うキャラでした。リュウハはもともとマーシャルアーツということなので、まあ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 総合格闘術っていう感じなんですが、まあまあそのうちのムエタイスタイルではそう、ムエタイっぽい膝肘を多用した技を使ってたんですが、バーチャファイター4の、ファイナルチューンドちゃうなで、2キャラが追加された際に、スタイルの名称がオフェンシブスタイル、ディフェンシブスタイルと改められまして、ムエタイ系の技は、通常のなんだろう肘っぽい技や、ハンマーフックなどに改められました。まあ、リュウハはマーシャルアーツ、ゲーム内では先ほども申し上げましたようにオフェンシブスタイルとディフェンシブスタイルの2つを使い分けながら戦っていくというキャラです。ディフェンシブスタイルでは、ゲームの根幹を表すしゃがみコパンがなかったり、今はあんのかな、今はあんのかな、なかったり、発生が遅い技が多くて自分からなかなか立ち回っていけないキャラの代わりに、さばき技が強かったり投げが強力だったりと、そういう特徴を持ったディフェンシブスタイル。そして、オフェンシブスタイルでは、コンビネーション技が豊富で自分から攻めながらフレームを取るというそういうスタイルに仕上がってます。今では構え直せるんですが、構え以降なんだろう、バーチャ4の頃はディフェンシブスタイルからじゃないと始まらなかったので、なんだろう、ディフェンシブから始まる立ち回りが割と大事だったりしますね。今はどっちからでも始められる、なかなか味のあるキャラとなっております。あとはゲーム内の特徴では割と使いやすい単発打撃や、遠距離攻撃を持ってて、そういう卒のない戦いのできるキャラですね。ベレッサはねなかなかいいキャラと思うんですが、あんまり目立たない、ちょっと残念なキャラです。そして、バーチャ4いつやったっけな、すいません、バーチャ4のエボリューションかな、バーチャ4エボで追加されたのが2キャラ、エボじゃないわ、エボの次、ごめんなさい、エボの次が何でしたっけ、名前が出るごへんで、バーチャ4の中間のバージョンアップで2キャラ追加されてます。キャラの特性、バーチャしなくていい、そうそうそう、中間距離とかでね、なんかうろうろしながらふんふんって飛んできたりするんで、確かに確かにそんな感じですね。
バザーファイター、ファイター4の中間アップデートエボリューションかな、やっぱりエボ、バザー4エボで追加2キャラされてます。バザー4ではだから都合4キャラの追加があったわけなんですが、その後半追加キャラが2キャラ、木の神ゴーと、ブラッド、あ、ブラッドのフルネーム出るごへん、ブラッド、ブラッドバーンズ、あ、出てきた出てきた、はい、エボスで木の神ゴーとブラッドバーンズの2キャラが追加されてます。キャラ数増えてんな、最長8キャラだったんですよ。ここで、バーチャファイター4のエボで15キャラになってます。まあ高嵐は残念なことになってるので、バーチャ4は日の神号、柔術使いです。結構ね、すでに日本の拳法使いが、影、忍術の影、そして、あれあれ梅野浩二葵合気柔術と言いながら、3キャラ目、まあ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 相撲を考えなかったら3キャラ目の柔術、柔術使いの日の神号が出てます。まあ柔術なんで、メインはメインというか、目立つのは投げや、つかみ系の技が結構そういう軽量中量級の割には強力なキャラになってます。打撃も、柔術のイメージにたがわず、守りに使いやすい技、もしくは、型とかを使っていく技なんですよね。柔道家で悪役なんですよね。キャラの、設定としては柔道で日本代表ぐらいになるんですけど、顔面ピアスとかしながらの悪役キャラになってますね。すっごいね、バーチャってね、そういうところでキャラクターのデザインが渋いキャラが多いですね。ベレッサとかもめっちゃ渋いんですよね。黒人女性、しかもそんなキャラですからね。まあそんな感じで柔術家日の神号なんですが、キャラクター特性としてはそういう投げとか、つかみ技、さばき技というところは強いんですが、膝クラス小技、また膝クラスの攻撃が結構貧弱で、そういう、まあまあ肘クラスの技も強いとは言い難い、そんな技が多く、打撃がとにかく貧弱というキャラが最初のいでたちです。まあ、そんな中、ゲームセンター嵐さんが優勝したというのを見たときはほんまにね、やべえなって思いましたね。とにかく打撃は弱かったんですよ。今はまあ多少は改善されてるみたいなんですが、そういう最初についたキャラ特性というのは最後までついて回るのがバーチャファイターというもので、ある程度打撃はまだそんなに強くない、そういうつかみに行く技やさばき技で初手を取っていくというキャラになってます。そして2キャラ目がブラッドバーンズ、こちらが流派ムエタイですね。ベネッサからムエタイを奪っていったキャラです。流派はムエタイ、まあムエタイっていうのはそういう拳を使うんじゃなくて、手技は膝、そして肘や膝などをよく使うというイメージなんですが、まあ、イメージにたがわず肘や膝という部位を使った攻撃が豊富なキャラになってます。まあまた、なんですかね、ムエタイといったら、あのね、20年ぐらい前にチャランボというのが流行ったんですけどそういう総合マーシャルアーツでもムエタイというのは割と日本では流行ったりしたんですが、そういう掴んで膝という、そういう掴み系のなんだろう、キャッチ投げというのも存在してます。まあ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 、まあ、キャラクター特性としては、なんだろう、使いやすい打撃を備えたキャラですね。コンビネーションあり単発ありという使いやすい打撃を備えたキャラです。キャラ特性としては、
ジャッキー使いやすい打撃の多い肘クラスの技が多いジャッキーと被ってる部分がある程度あるんですが、まあまあもともとジャッキー使いのプレイヤーもブラッドに移行したりとかしてますが、ジャッキーに比べて中遠距離が弱いというイメージがありますね。仮にまあまあまあ肘の当たるフレームや場合ではちょっとやれることが多い、まあ、ビートナックルがあるかないかそれだけの違いなんですけどそんなイメージです。まあまあまあ使う技はムエタイですね。本当にねブラッドはパンチは肘系の技が多くて見てるだけでも味のあるキャラになってます。さてここでバーチャファイターのキャラが終わり4のキャラ終わり 5も新キャラが2キャラ、ここまで来たら何があんねんっていうほどネタを使い尽くしたんですがね、あるもんですね格闘技。バーチャファイター4のいや5の新キャラが2人、アイリーンとあれエルブレイスですね。エルフォルテって言いたくなってしまうのがね、なんだろう最近の悩みなんですが、アイリーンとエルブレイス、まずはエルブレイスから、まあまあ名前の通りですね、エルフォルテと間違いやすいで言ってますけどエルブレイス、流派ルチャリブレです。まあ、まあルチャリブレ、ブラジルの、プロレスの流派の一つなんですが、軽量格闘技、軽量級の、空中技主体のプロレスです。まあ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 、まあ、エルブレイズもそういう格ゲーにおけるルチャリブレキャラの例に漏れず小柄覆面レスラーというキャラクターに従ってますね。まあまあまあ、まあ、キャラクターの特性としては中間距離から突っ込んできたり、いきなり走り出したり壁の上に登ったりとなかなかね、なんだろうバーチャファイターの特性とは逸脱するような技も多めになってます。あとはね近距離から投げに派生するそれ系の行動も多めなのが特徴ですね。まあまあまああんまりバーチャファイターしないキャラのいいキャラです。てかまあ5がそういう今までのバーチャファイターの格ゲーでルチャのキャラを出すと不快になる対戦相手がでな、まあ、そういう言い方したらまあまあ身も蓋もないんですけど、結構ねバーチャファイター5から今までのバーチャファイターの殻を破るようななんやろそういうシステムやキャラクターそういう風な作り方になってるんじゃないかなという気はしますね。そこまでやらんでも良かった気もするんですけど。そしてもう1キャラがアイリーンまだいんのかと思ったらコウケン、サルケンですね。まさかコウケンが格ゲーのキャラになるとは。しかも女キャラですからね、アイリンちゃん。またこれが可愛いです。まあまあまあ動物の動きを真似るというのはまあまあそういう中国憲法漫画とか見た方やったらよく見てると思うんですが、まあまあコウケンもその一つで虎、トロウケン、カマキリ、そしてコウケン、サルですね。女キャラがね、可愛い女キャラがね、猿みたいな動きでね、画面をぴょん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 跳ね回るんですよ。ほんまにね、そんなんでええのか、セガ。ってなりましたね。格闘スタイルとしては、近距離の、軽いコンビネーション重視というキャラになってます。とにかく一遍触り出すと、連携、構え連携という、かなり近距離でうざったく、動き回っていくキャラですね。割とね、一時期バーチャファイター5の最強キャラになったこともあり、近距離でまとわりながら強い技を出していくというキャラです。まあまあ近距離特化ですね。別にアイリーンってそんなに遠距離キャラ遠距離技のイメージが全くないんで、一度入ってしまったら触って連携でそのまま相手を押しつぶしていくというキャラ特性になってます。そしてまあ5で高梨復活で、キャラが今バーチャのキャラが18
8キャラから始まって2、3、4、エボ、5、10キャラ増えてるんで18キャラになってます。もうちょっとね増えるかなとは思ったんですが18キャラです。さてここまで頑張って画面のことを一切考えずに見ずに喋ってきたわけなんですが、いやーデモ画面ですね、困ったな、まさかほんまにデモ画面になるとはちょっと心配してましたけどほんまに一抹の不安はあったんですが、まさかほんまにデモ画面になるとは。結構ね最近は水曜日とか人が集まってるような感じもしてて、なんやろまさかデモになることはあるまいと思ってたんですが、びっくりするほどデモ画面ですね。まあ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 、まあ、結構ねアチョのバーチャファイター事情は昔からのプレイヤーやパトロンさんとかが集まって身内で、夜は本当に身内でワイワイ対戦してはるっていう感じですね。結構ねバーチャ全盛期ってどれぐらいすごかったんですか。あ、全盛期のバーチャファイター伝説で、ね、いきましょうか。全盛期のバーチャファイター伝説、いきますよ。全盛期のバーチャファイター伝説、ゴールデンタイムに、ゴールデンタイムに、なんだろう、バラエティアイドルがバーチャファイターをテレビで、バーチャファイターをやる。まずはここからですね。ゴールデンタイムにバラエティ番組で、アイドル芸人がバーチャファイターをプレイ。まあまずはここでしょう。あとは、バーチャファイター2のアーケードの出荷台数が多分60万台とも70万台とも言われてる、そんなレベルで、まあまあ流通としてはストリートファイター2の次ぐらいに流通した。夜に準備して朝に集金したはずが、夕方ぐらいにはキャッシュボックスが満杯になっていた。とにかくねバーチャファイターは回転も早いし、特にねバーチャ2が出た頃は初期はワンプレイ200円だったりしたもんなんで、まあまあ僕はその頃ゲームセンター店員じゃないんで聞く話なんですが、はい、朝に集金したキャッシュボックスが夕方には満杯になっていた。1日3回集金することもほんまかいなって思いますけど、ほんまなんですよ、ほんまだったらしい。1日に3回集金することも、いやー怖いな、はい、基盤代が1週間で回収できた、当時200万したモデル2の基盤代が余裕の1週間回収、200万言い過ぎか、でも200万ぐらいしましたよね確か、が1週間で回収できるという異常事態なぐらい流行ってました。いやーやばかったですね多分あの頃のゲーセンは。本当にゲームスピードも速かったですからね、膝が当たったら一瞬で死にますしね。あとは全盛期のバーチャファイター伝説、なんだろう、バーチャファイターの凄腕プレイヤーが鉄人となってテレビ番組にも出演。バーチャファイター今でこそあのバーチャ TV というそんな専用端末で、バーチャの番組配信してますけど、本当にテレビ番組でバーチャファイターの番組があった、バーチャファイター専用番組があった。そこでは鉄人が全国の、ゲームセンターを暗記しながら、対戦とかしたのが録画されたり、実際にバーチャファイターのゲームが番組内でプレイされたりと、いやーまあすごい状況でしたね。本当にね今じゃまあ考えられないぐらいですね。とにかくねまあとにかく流行ってました。ザ・ベストゲーム2、まあ、詳しくはバーチャファイターの全盛期、バーチャファイター3、いやバーチャファイター2なんですけど、はまあ詳しくは、ゲーメストムックの、ザ・ベストゲーム2
に非常に詳しくバーチャファイターのゲームシーンいや周りのシーンが載ってます。そして有名プレイヤーに追っかけがいた、ありましたありました、追っかけがいた、いましたね。そう普通に追っかけがいたんですよ。なんつうんですかね、あのそんなね、なんやろ、自分で言うのもなんですけど下級ファンクラブとかじゃなくて、ほんまにファンクラブがあってゲームセンターの出待ちとか中入りとかあったりして、でもって花束とか渡されるような有名プレイヤーがいたっていうか追っかけがいた鉄人、そうですね、ほんまにいましたね。ありましたありました、バーチャファイター初代鉄人4人いたんですが、いやみんな今何やってはるんですかね。なんかいいとも青年隊の歴史を追うみたいな話になってきてますけど、ほんまキャサオさん元気してはるかな。そんな感じですね。まあ大体の方はまあゲーム業界に関わったりしてあったんですが、懐かしいですね本当。まあ、そんな格闘ゲーム全盛時代というのを作り上げたストリートファイター2ともう一つのタイトルがバーチャファイターです。そうですね、プロゲーマーよりプロ活動してるレベル、まさにそうですね。今のプロゲーマーは本当に、スポンサーがついて、お金もらってやってるんですが、それと同じ以上な、同じ、いやそれ以上にメディアに露出したりしてましたね、あのバーチャ2の鉄人たちは。暇な時にこれも見るといいですよ。はい、ニコニコ動画いただきました。まあまあよかったらこちらに詳しく語られていると思いますので、ぜひぜひご覧ください。そうですね、本当全盛期のバーチャファイター伝説っていう感じですか。まあまあ今で、あ、はい、浅草ヤング用品店で持ち上げられてツナイト2で落とされる鉄人たちそう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 、ツナイトでもね出てましたね。当時僕ね、あのまだ中学生やったり、あとなんやろ、テレビ大阪が映らなかったんでツナイトとか生では見てないんですけど、いや今では語り草ですね。そんな番組に出てたりしてました。まあただそういう全盛期とかそういうものに、なんやろ、ゲームの内容には関わりなく今でも素晴らしいもんやと僕思ってるんで、まあ、特にねシンプルというのがバーチャファイターの一番の特色利点だと思いますので、はい、ぜひやってみたいですね。そうですね、ブンブン丸、ブルンブルン丸に負けて壁パンをさらされるありましたね、そういう事件も。ほんまにね、やっぱりね歴史の長いゲームはいろんな事件とかもあったんですが、はい、元鉄人のブンブン丸ファンもなかなかいろんなことを、昔は伝説ありましたね。ツナイト懐かしいですな。そういう深夜のセクシー系番組があったんですが、そんなところでね取り上げられたりもしてましたね。またねそういう今のプロゲーマーとかの流れで、そんなメディアに露出したりいろんなところでゲームの面白さを伝えるようなムーブメントがあるようなね、はい、そういうのあったらいいですね。キャサオ世界大会で柳ヶ原のジャッキーに負けるバーチャファイター3そういう事件もあったんですか。そうですね、新宿ジャッキー、これですね、そうそうそう、バーチャファイターの文化といえばその地名プラスキャラ名っていうのが本当にね文化ですね。最大公約賞ってゴールデンタイムの番組でブンブン丸が大門丸に負けて私は負けましたってビラ配ったりしてた。大変ですねほんま、芸人やん、今の芸人やんそれ。ブンブンさんめっちゃ下積みやんこれ、ほんまもうマジか、そんなこともあったんや。まあでも大門 VS ブンブン丸ってなんですかね、あのバーチャファイター2の聖戦じゃないですかそれ。
因縁の対決なんで、これ本当ね、そこはまあまあザ・ベストゲーム2に詳しかったり、あとはね、阿長のイベントスタッフザップさんが本当にバーチャー勢ワンから京都を牽引してきたバーチャー勢なんで、いろんな裏話とか聞いたりしたんですが、いやブンブン丸 VS 大門ラウ聖戦ですね、本当。そうそうそう、で、そのバーチャーの文化の一つが地名プラスキャラ名でプレイヤーネームが決まる。やっぱね、昔はね、やっぱそういう格ゲーカードゲーム、カードとかもなかったり、あと格ゲーにおいてのハンドルネームとか、そういうでっかい大会とか、全然ゲームセンターで大会するとかいう文化もあまりないような時代だったんですよ。だからそういう時にプレイヤーをどう呼ぶかっていうことで、なんやろ、そういう強いプレイヤーはあの新宿のジャッキー強いでとか、なんやろ、新宿のジャッキー強いでとか、通天閣のアキラあいつめっちゃ強い、そういう言われ方から新宿ジャッキーとか通天閣アキラとか、ブンブン丸さんはどっちでしたかね、ブンブン丸、ブンいつもなんやろ、ジャイアントスイングで投げてくるからブンブン丸って言われたっていう話を聞いたことあるような気がしますけどね。はい、え、マジっすか、ブンブン VS ダイモの例の動画、マジっすか、それはね、ぜひ見てほしいですね。そういえばこの間のファイブオームに出てきたザーガニって、バーチャファイター2で優勝したザーガニさん、これね、僕聞いたことあるんですけど、ね、そのバーチャ2の大会で優勝したザーガニ、実はザン弟もいるらしいんですけど、ザーガニさんと今のザーガニさんは違う人なんですね。今京都でプレイしてもらってるのは宇治のザーガニ、宇治のザーガニさんって言われるプレイヤーです。はい、で、昔優勝したザーガニさんは今はもう京都にもいないみたいなんですね。北海道はサラジャッキーが多い確かにね、鈴木のサラ鈴木のジャッキー、そうですよ、クラブセガー鈴木ので、バーチャーは北海道は一番流行ってたらしくて、なんで鈴木のサラ、鈴木のジャッキーという、確かにね、その2人憧れてサラやジャッキーっていうのもありますね。あとは名前の襲名も多分バーチャファイターが一番最初ですね。二代目通天閣アキラとかね、はい、いますからね。そういう名前の襲名っていうのもバーチャファイターですね。なんか最近は二代目なんとかっつったら、いじり倒すためのネタになってますけど、昔はちゃんとそういう襲名っていうのは真面目に行われてましたからね。まあまあ本当に歴史のある文化のあるゲームですね。地名プラスキャラ名なんて本当にね、憧れましたもんね。憧れませんでしたほんまに寺町ベネッサとかめっちゃ憧れましたね。でもあの時代、なんやろ、地名プラスキャラ名、今はね、本当なんやろ、地名プラスキャラ名とかあんまり言うこともなくなりましたけど、本当でもそんなん言ったらやっぱり京都でも木屋町さんとか木屋町明さんとかそうですからね。はい、南明とか、南明は全然地名じゃないんですけど京都で言ったらまあまあ木屋町明、南明、大門ラウもね、全然地名じゃないんですけどなんかね、南とか大門とかね、京都にね、地名があるのでね、割とややこしいんですけど、はい、そうですね、ブンブンは確かゲームストハイの鉄拳1で3位だった記憶があるブンブンさんね、いろんなゲームを、なんだろう、布教したりしてありますからね。まあまあまあ、さすがにファミ通編集部ですからね。鉄拳1で3位、マジか、3位はすごいですね。さすがに鉄拳とバーチャの人材交換っていうのは昔からあったわけなんですが、さすがに3位はすごい。
鉄拳1がどんなゲームだったか俺全然わかんないんですけど、そうですね、まあ、京都でいうとやっぱり地名プラスプレイヤー名っぽいのはその辺ですかね。木山町明、南明、大門ラウ、千本ジャッキー、千本何々はねやっぱ有名ですね。千本パンチが見つかったのは京都のゲームズドラゴンという京都初の文化らしいんですが、まあ、千本パンチっていうのもあれ実は地名プラス何やろ技名みたいな感じで千本入るんじゃなくて、京都の、千本丸太町通りにあるゲームズドラゴンっていう当時一番バーチャファイターが流行っていた、うん、いろんなプレイヤーがいたゲームセンターで発見されたらしいんで千本パンチって名前がついたみたいですね。でもその中に混じってキャサオさんの存在感ですね。キャサオ、地名と名前じゃなくてキャサオみたいなそうね、当時のあのゲームシーンとか現役で追いかけてたわけでもないですし動画とか見たわけでもないんですが、だから僕のバーチャ2の知識っていうのはメインがそのザ・ベストゲームで得た知識とあとその中でザップさんに聞いた話なんですが、いやでもなんだろう、キャサオさんの肘 PK 流影脚と何やろ流尾から逃げるっていうのはやっぱ見てなるほどって思いましたね。ドラゴンとザップ邸でどっちが流行ってたの、どっちでしょうね、同じぐらいって聞いたと思うんですけど、まずザップの人がねあのゲームセンターの上に住んでたんでザップ邸って言ってそのゲーセンで夜までゲームして朝になるまでザップ邸に泊まってみたいな動きやってはったらしいんですけど、まあどっちも同じぐらい流行ってたっていうみたいですね。まあ、まあ詳しくはまたザップさんと酒飲みながら聞いていろいろとまた喋っていけたらなと思います。そうですね、詳しくはザップってなるんですけどね、ザップも今日来てませんでしたからね悲しいなこれ。まあまあまあ、でもバーチャファイターはね、まあもうもはや9時半なんですけど、そういう昔からの流れも知っていればいろんなゲーム性とか喋れること多いんで、あんまりね、あの合ってる間違ってるは置いといていろいろ喋りたいこともあるので、無事9時半までこぎつけましたね今日は。本当バーチャファイターの画像を楽しみにしてたあなたには本当に申し訳ないんですが、今一生はい、キョフェさんの葵が今ちょっと CPU 制やってくれてますけど、まあまあまあこんな感じでバーチャファイター第15回下級のグダグダ以上バーチャファイター会、非常にこんな感じで喋りははかどってます。トーマス岡田さんは元気ですか、来ましたねトーマス、元気です、はい、ゲームです。今拠点がモンテで今でも元気に、ゲームとかゲーセンに来て酒飲みに行ってますはい、イケる伝説トーマス岡田、まあ、まあ詳しくはトーマス岡田多分格ゲープレイヤー辞典とかで出てくると思いますんで、そちらを参照していただけるといいかなと思うんですが、いや今でもトーマス元気ですよ、今でもモンテに行ったら見れますのでぜひぜひ興味ある方はどうぞ西京極という地名のついた有名人がいるとかいないとか、はい、いますね、 NO さんですね、西京極の男。歴代格ゲーの中でバーチャの鉄団子が一番減るからね、多分惜しいですね、これちょっとねダウトですね。歴代格ゲーの中で一番減る技は鉄団子は、まあまあまあ異論がないんですが、一番減る鉄団子はバーチャの鉄団子じゃなくてファイティングバイパーズの鉄団子なんでね、まあ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 、そういううさんくさいバグを除けばバーチャの鉄団子というもののインパクトは非常に大きかったですね。カウンター6割でしたっけ、そこはまあ、あの鉄拳のポンケンもそういう鉄団子と同じようなイメージで作られたと思うんですが、バーチャの鉄団子
のイメージも非常にでかいですね。ただ一番減る鉄断工は実はバーチャじゃなくてファイティングバイパーズ。投げ鉄断工、相手は死ぬ。おお、チャレンジャーかぶす。ついに対戦が発生した。マジか、でもカードない来ましたね。配信2時間半祝初対戦、祝初対戦ですね。っていうかゲーム音が出てない罠、マジで。あ、なるほどね、そういうこと。あれ、機能チェックしたときは出てたのに。よっ、ゲーム音がめっちゃ小さい。くそ、祝初対戦なのにゲーム音がめっちゃ小さくなってる。くそすいません、すいません、何の配信やってなりましたよね。バーチャファイター5の配信じゃなくてバーチャファイターの話をする配信になってしまったでござるまあ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 、やっと対戦ですね。投げは通って、はい、葵さん関節系を決める。酒からチューチュー、側面有利フレームって感じですね。つうかね、バーチャファイター5はまあまあゲーム内容を言った時も状況判断が難しいっていう話をしましたが、とにかくね展開が早いのでね、多分ね、まあまあ実況者の立場から言うと格ゲーの実況をするにあたって一番難しい系のゲームですね。バーチャーは本当に一個一個でフレームとか見ながらプレイヤーはプレイしてるんですけど、それを人間のしゃべりでは追い切れないんで、全部は絶対に実況するにしても取捨選択が非常に大事なゲームなんですよ。まあバーチャのしゃべりっていうのは一応僕もやらせてもらったことあるんですけど、やっぱ今までやった中で僕はバーチャが一番難しかったかなと思います。ちょうど今チクリンさんも見てるんですけど、チクリン先生、何が一番難しかったですか、格ゲーの実況今までやってきたタイトルの中で。俺は多分バーチャが一番難しかったですね。まあ、バーチャファイターの細かい知識とかそういうのもあるんですけど、まああんまりそこまで細かい知識ないままで喋るっていうのは下級にはよくあることなんで、はい。インドで思い出したけど、バーチャファイター1の開発代官にいたターバンかぶってたあいつはどこに行ったんだろう。あー、なんかそういうキャラいたみたいですね。詳しくはあのバーチャファイター15周年記念企画のバーチャファイターマニアックスとかその辺で見れるんですけどね。なかなかありましたね、ターバン。なんか別のキャラに変わったとかそんな裏話もあったと思うんですが、はい、チクリさん来ましたね。10日でやらされた北斗の剣10日でやらされた北斗の剣、そりゃ辛いわ。バーチャで一番難しいのは技目。確かに確かに、バーチャの技名とかだって分かりませんもん。こんなん全部技名ついてるんですよ、あのコンビネーションからロープとか。マジでするとバーチャやってると 2D が難しく感じる、 2D になれるとバーチャが難しく感じる。マジっすか。あー、バーチャってね、その試合の流れ的に僕としては決定的なポイントっていうのがすごい難しいんですよ。例えばもうすでにあのゲームの内容的にフィジがカウンターした瞬間にクライマックスじゃないですか。そうなんですよ、フィジがカウンターした瞬間にはもうクライマックスになってるんで、そういうところをね全然拾えないんですよね。そういうゲーム的にクライマックスになった瞬間がもう当たった瞬間に後追いするしかない。しかもここは膝カウンター、なんやろ、カウンターからの2択とかね、難しかったですね。そういうところで追いづらい。あ、そっか、バーチャーやってると 2D が難しく感じて、 2D になれるとバーチャーが難しく感じる。なるほど、ありがとうございます。じゃあスト 2EX やれば OK ですよねポリゴン 2D 格ゲー、ポリポリした 2D 格ゲー。まあ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 、確かにねえよ
そうですね。でもバーチャー技名難しいですね。そういうね、ほんまにね、特定の技名とかね、あんまり出すのが難しいんでね、ほんま影とか、なんやろ、リセンジとか言ってられませんからね。まあ、ある程度肘とか膝とか浮いたでもいいんですけど、ほんまにね、あの有名な技だけ踏まえときゃ OK かなって。代表的な技、代表的な技、例えば、まあまあまあ、薬法とか、あと投げ技とかね、多分ね、そういう喋りやすいっていう、そういうところはまあ抑えときたくはあるんですが、昔と技が変わってるんでなかなか難しい。今のそう、あの、なんやろ、二機脚とかね、そういう単発の打撃でよく使う技、結構覚えてましたけどね。長腕とか、でも、ジジイの技忘れたな。長腕と 3P と KG ぐらいは覚えておきたい。そうですね、ここで丸丸が通るってとっさにわからないと実況しにくそう。っていうかね、どこでも何かその丸丸が通っちゃうんですよ、バーチャーって。もうそのゲームの内容上、そう、そして、ね、下パンでも全キャラ分技もありますからね、スカートストレート。でもそんなん言い出したらセーバーの技、セーバーとか絶対実況できませんやん。セーバーコケティッシュラインからのダークネスイリュージョンとか言ってられないでしょ。まあ全部はまあいいと思うんですけど、そういう代表的な技ぐらいは覚えたいですね。葵の記事は両方とも名前覚えたかったんですけど忘れました。あの、あとさばきとか引用、天地引用かとかはね喋りたいですけど、投げとかはね技名で言うよりもレバーの入力方向で言った方が分かりやすいかとか。オーガズムワイヤー、オーガズムワイヤー懐かしいですね。キックボタンを使わなくていい唯一の連続入力技ですな。前、大、中、小、ファン、前、よう覚えてんな。さすがムックの力強いですね。実はね、僕ね、あのバーチャ4は、やり込んでたんで、もちろんムック買って、あとね、やってなかったんですけど、やってなかったか、触るぐらいだったんですけど、バーチャ2のムックは俺持ってるんですよ、ゲーメスのムック。バーチャ2のムックはね、昔あの枕にするほど読み込んだんで、今日もまあ来る前にちょっと読んできたんですけど、やっぱね、ムックは大事ですね、そういう意味では。だからそういうところで、何やろ、スプラッシュマウンテンとかリフトとか大電放水とか覚えてたりするんですね。そうだから俺、葵の技名がわからないみたいな。一番読み込んだんがバーチャファイター2ムックなんで。くっそー、リオンの技名とかも覚えたい。覚えてんのもう戦士っぽくらいや。そうですね、昔のカプコンゲームも全部技名ありましたね。ほんまね、ヴァンパイアセーバーとかヴァンパイアハンターのムックは必得ですよ。技名全部ついてるんでね、マジで技名全部ついてます。中ではやっぱりセーバーですね。おっと、壁コン、あんな感じですね。壁の近くで重い中段が通ると、あんな感じで壁崩れ、バウンドからもう一度壁ヒット連続技となるのが今のバーチャですね。あとバーチャは鉄拳と違って、その浮いてから壁到達した後にも、あの壁やられっていうのが出るはずなんで、まあ、鉄拳に比べると壁コンの比率は高いですね。さて、なんとかやっと対戦が起こったんですが、時すでに時間切れみたいな。9時45分ですよ、もう。でもね、今日は本当こんな何やろ、デモ画面放送にもかかわらず、はい、60から70人ぐらいご視聴いただきまして、たくさんのご視聴ありがとうございます。ほんまにね、なんかあのバーチャ解雇中が昔のバーチャファイターの話をするだけみたいな放送になっちゃったんですが、今日はたくさんのお付き合い本当にありがとうございます。まあまあ、おしゃべり自体はあと15分ぐらいで終わりなんですが、やっと起こった対戦をまったり見ながら残りの時間を過ごしていこうかなと思います。
来ましたね。たった今目の前で、はい、ヨドリバさんがやっと来てくれた、やっと来てくれたってなったんでいやギリギリ助かりました。強兵 VS ヨドリバ、さてというわけで今日も長らくのお付き合いありがとうございます。下級のグダグダラジオ次回なんですが、はい、映っております通りデモンブライドエディショナルゲインとなっております。まあまあバーチャファイターとは全くもって、色合いの違うゲームなんで、まあまあそんな中でも来週も見ていただけたらいいかなと思うんですが、デモンブライドエディショナルゲインとなっております。デモンブライドも、プレイヤーの方から熱烈な要望をいただきまして、今回、グダグダラジオでの配信となりました。熱烈な要望っていうのはね、どれぐらい熱烈かと言いますと、そのデモンブライドやるよってなって、じゃあ1ヶ月2ヶ月ぐらい後の4月25日にしようっていうことを決めて、でそれで決めた後に熱烈なデモンブライドプレイヤーが何を間違ったか北海道から遠征に来るという、そんな平日水曜日の夜やる配信のためだけに北海道から遠征に来るということが決まっております。という次回、はい、デモンブライドエディショナルゲイン、まあまあすでにね、資料ももらって現在デモンブライドのいいところを喋るための予習中となっておりますので、そうですね、仙台では今デモンブライドが非常に流行ってるんですが、仙台勢歓喜の、そしてまあまあ全世界3000人のデモンブライド勢が倍の6000人になったらいいな的なおしゃべりをするため現在もっかい予習中となっておりますので、はい、よろしかったらそういうね埋もれるには惜しい名作格闘ゲームのおしゃべりをしていきたいと思います。よかったら来週もチャンネルはこのままでご視聴ください。そうですね、これは仙台勢も動くしかないとか、ね、でそれで何やろ、しれっとバゴーンとか来てたらめっちゃ笑うで、ね、しれっとバゴーンとか来てたらめっちゃ笑いますけどね、2回言ったったそうですよ、北海道からなんか遠征も来ていただけるみたいで、本当にね逆に僕に対してプレッシャーがかかるんですが、はい、まあ、エディショナルゲーム、ネシカクロスライブ版で、ネシカクロスライブの配信で全世界いるんで、仙台勢デモンブライドのキャラ数よりガチ勢の方が少ないんで、まあ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 、まあ、よくあることですよね結構ねデモンブライドキャラいるんで、ガチ勢の方が少ないんでしょうがないっす。今何やろ、お話を持ってきてくれた赤メス君も何やろ、2キャラ目ちゃんとサブキャラとか練習して見せれるように目下特訓中みたいなんで北海道と京都勢を遠征するなんてそんなやる気勢がいるのかいやいやいや、北海道結構近いですからね、あの1日フェリーに揺られたらすぐですよ、結構近いですよ北海道北海道また行きてえな、ゲームの遠征でもええけど、なんだろう、普通に食べ物旅行とかしたいですね。はい、昔僕もゲームで北海道遠征したことあるんで気持ちはねよくわかります。まあそんなこんなで次回下級のグダグダラジオ第16回はデモンブライドエディショナルゲインとなっております。またですね、8月1日もタイトルが決まっておりまして、8月1日は闘撃直前スペシャルカオスコード、闘撃直前スペシャルカオスコードなんだこれ、闘撃直前スペシャルとか言う必要全くないし、カオスコードとなりました。はい、まあまあ日本で一番カオスコードの流行っている1、2を争う高槻リブロスからたくさんのプレイヤーを招いて8月1日はカオスコードとさせていただきます。また切符取ってきてくださいよ、遠いね北海道、近いけど、あとなかなかねタイトルと予定の兼ね合いが難しくて、ちょうどね取れそうなタイトルとかなかなかないんで、僕ごときがねタイトル取れるような、なんやろ、闘技切符取れるようなタイトルがなかなかないんで、まあ難しいですね。
まあ、そんなこんなで、7月25日デモンブライドエディショナルゲイン、8月1日カオスコードまで、予定が決まっております。8月はね、8日のあと15日、ちょうどねお盆が来るんですよ。なんでまたタイトルの方でリクエストなどありましたら随時受け付けておりますので、こういうタイトルやりたいとか、このタイトルやりませんかなどありましたら、ぜひぜひぜひ、はい、お話いただけるとはかどります。よろしくお願いします。8月8日とか88やからもうパカパカパッションで決まりかなパカパカパッション言いたいだけやな俺も、ほんま。いやー、8月8日88やからパカパカパッション、いやーねえな、あるか、やりたいな、やりたいけど、まあまあそこは上司と相談しますまあそんな子でもう9時50分を超えました。いやー、ほんま、なんやろ、こういう言い方するのもなんなんですけど、今日結構俺頑張ったよね、喋り、多分なんかね、今日は本当にコメントに助けられました。本当にね、なんやろ、メイン竹林さんのコメントに助けられましたね。結構なんやろ、結構放送事故っぽいことが起こってたんですけど本当本当ね、ありがとうございました。あー、 HD 化記念未来への遺産、そうですね、ジョジョもね、すごいプレイヤーが、なんやろ、あのゲーム自体はいいゲームなんで、プレイヤーの方から要望があったらぜひやりたいですが、ちょっとね、あんまりジョジョの稼働がよろしくなくて、今ちょっと引っ込めちゃったところなんですよやりたいですね本当。でも今日はもう本当にね、たくさんのコメントに助けられましたね。バーチャファイター、いろんな文化があって歴史のあるゲームなんで、いろんなプレイヤーの方が見てくださったみたいで本当に助かりました。ありがとうございます。さて対戦内容、そうですね、対戦内容ちゃんと拾わんとバーチャファイター見るのも初めてっていう方もたくさんいるんで、さて頑張って読み合いを拾っていきたいと思います。ここは暴れからの全回転で酒を潰す、これ今の下の下段回し蹴りも全回転ですね。はい、スパツ X とかを見てみたいです。猫の木さん読んでワンちゃん、確かにバーチャファイターの歴史見ましたね。今の投げ外しですね、よっぽどフリフレーム食らってるとそういう打撃と投げが相殺するみたいな感じです。からの画面端、上下、上でガードが外れて下で下段回し蹴りが当たるというジャッキーの強い技ですね。上段下段です。なんでしゃがみでは OK なんですけど、画面端ではしゃがみにくいよねという、ここショージャンプで避けてパンチからの派生投げ中段です。からの中段から始まる、ここは避けを読んで送らせて下段、避けで5番から中段だが、キジフレームはね、あの打撃の方がやっぱり強いんで、引き有利ぐらいだと結構避け投げ抜けとかが機能しやすいです。ここから側面、成功策からの側面、有利フレーム取りながら5番で暴れて避けたところ全回転、投げは通る、入れ替えて、あー投げ、サティスティックに、サティスティックハンギングに、と中段カウター壁から起き上がり、蹴り置きもあるんで、まあ、ガードとか警戒なんですが、ちゃんと有利フレーム投げを通せ、これは確定から投げで OK っていう感じです。本当にね、拾える場所が少なすぎる、ちょっとね、あの拾いたい技が出た瞬間1ラウンドが終わってるんで、実況っていうよりは、まあ、ある程度の解説ですね、今の喋りは。はい、デモ画面の、ね、視聴数が多いトークスキル恐るべし、いやいやいや、トークスキルが恐るべしじゃなくて、これは本当にバーチャファイター好きで見てくださってる方が今日は多かったっていうことだと思いますけどね。ちょうどね、あの家庭用でも出てこれからバーチャファイター始めたいっていう人もたくさんいらっしゃると思いますんで、まあ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 、それの助けになればいいかなっていうところですね。で、開幕いきなり浮かしていく、ここはすごいな、
しゃがみ前歩き、上段かわすというどんな読みや。さらに壁で飛ばしてハム上下、さっきも見ましたね、画面端壁際でしゃがんでたら死ぬんで、その上下で確定ヒットする連携を使っていくのをしゃがんでガード、側面から投げ通る下、コパンから側面、おいしい側面カウンターからのコパンからやったら多分今の上段全部確定ですね。それぐらい側面攻撃はバーチャファイター5有利になります。からの酒で有利フレーム取って浮かしは酒、なかなかね酒のね有利フレームは相手の技に移動するんで、そこからの状況判断とか読みは非常に難しいです。あーリングアウト浮くんや、うまいですね、さすが。ここから下だが避けからでかいの入れる中段カウンターでしたね。避けて鉄拳と違って成功避け上下の移動は成功避けになると打撃無敵になります。なんで下段が避けに引っかかりやすいということはバーチャファイターありません。避けを潰せるのは回転系の攻撃だけです。システム上無敵になるんでそこが違いますね。鉄拳とは避けの応酬から今のは浮かし技ガードなんで、まあまあまあフレーム的には投げは確定するところ、ここから投げは抜ける側面、ああなるほどね、ジャンプステータス、まあもちろん飛んでる間は投げで掴めたいんで、ああいうところで小ジャンプして側面の読み合いを回避する、打撃やったら空中くらい、投げやったらかわす、かわしはあんな五分状況になるというところですね。なるほど、だからジャンプ強いか、そういうことか。さて2-2、ああもう時間がないわはい、肘から肘と見せかけて止め投げ、青いですね、だから投げはお互い抜けの応酬うますぎか肘ガードから肘カウンターでも状況判断が難しい。バーチャファイター投げに対して打撃が間に合うからの G 止めの投げが通って、ここから確定追撃の投げか、側面それは当て身で耐える、ここは当て身の派生からね避けとかしやすい、そこが葵のいいところですね。天地引用からの派生移動、あれに対して反撃取るのは読んでないと無理です。ある程度読まないと反応では叩き込みにくいですね。さてでは時間が9時58分となりました。まあ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 今日は本当にこんな放送になりましたが、たくさんのご視聴長らくのお付き合い本当にありがとうございました。いや次の試合を見終わったら今日の配信はこちらで終了とさせていただきます。来週4月25日デモンブライドエディショナルゲインとなっております。来週もたくさんのご視聴お待ちしております。それでは皆様こちらの試合で終了とさせていただきます。ありがとうございました。さて肘から投げ、ここは上段で強気にいったけどしゃがみステップから投げて中段下段全回転先読み側面投げ抜ける、投げ通った通ってぬる投げからおっとしゃがみで投げを避ける、しゃがみ移動は投げをね避けながら接近したりできるんで、あと失敗避けからしゃがみステップキャンセルっていうシステムがあるので、結構しゃがみステップバーチャファイターでは重要です。バーチャ2の頃の特殊移動からめっちゃ練習したプレイヤーも多いんで、まあ、大体バーチャファイターのプレイヤーはしゃがみ移動できますね。しゃがみステップ3-3です。投げ抜けから投げによって、投げ抜けは有利フレームとか状況が変わります。多分今のは有利取れる投げ抜け、側面はしゃがパン耐えて下カードから特殊移動かっけー、ドラゴンキックブルースリーですな。さてここ肘コパン取って、ここは様子見、逆に抱く怖いもんね、側面通る、ここから避け重なる打撃も成功避けは1フレから無敵がつくんで、重なるあごめんなさい受け身に対してはダメなんですが、ただの起き上がりに対しては1フレからの無敵が取れるんで成功避けは出るはずです。受け身からは確かダメだったと思います。普通の起き上がりは確かいけた。側面からタグ